ほんまにもすごいテンション高いの2人ともだって。そうですよ、なんて言ったってほいふーちほやからな。ふーちも嬉しい、ふーちゃんとね来てなんかあんまさ2人の仕事ないやん。え、ほんまにそうだからね、なんでなんかね。ふーちほはそんな私たちなんですよ。ピンかわいい、そう、さっきつけたんですよ。そう、いっぱい悩んでたよね。そう、いっぱい悩んだ、いっぱい持ってきて、いっぱい悩んだんですよ。これ何ポーズだっけ。思った、それ何ポーズだっけ。わかんなくなっちゃった。それなんだっけな、いろんなポーズしたんですよね。そう、あ、これはラーメンポーズ。ラーメン気持ちいい。金さん、3枚ありがとうございます。次は台湾のポミさん。ん？間違えた。うん、合ってる。台湾のポミさん。台湾。ふーちゃんのヘアピンもちほちゃんの耳飾りも可愛いですだって。嬉しい。ありがとう。ちほちゃん本当に可愛いんだよ。わかる。ポミさん英語なのにカタカナで書いちゃった。あ、待って、これまだいける？いけるいける。お、あ、いける。ポミさん、ありがとうございます。ほら、いけたよ。こんばんは。はい。次は、ゆめさん。ゆめちゃん、ゆめゆめゆめちゃん。台湾のポミさん。予約したので楽しみだって。ゆめちゃん、エドモン香港さん、すごい三枚。嬉しいですね、三枚。エドモン。なんかエドモンって名前さ、うん、あれっぽくユニバにおりそうやない？なんだっけ、エルモ。エルモ。エルモ。ちょ、エルモの真似できるよ。待って。エルモだよ。どうですか、丸とバツか。バツ。しかも即答なんだけど、やってください。あ、ダメかな。じゃあ、ふーちゃんやってみて。エルモ、エルモ、エルモ。あ、うまいよ、ちょっと。エルモ。で、エルモってどんなんだっけ。エルモが分からんな、ね、ま、エルモが分かんないしね、うん、エルモってどんなんだっけ。エドモンさん、今度教えてください。香港、香港ってどこだっけ。中国か。日記っぽい。香港行きたい。あれが美味しい、肉まん、中華まん。中華まんか。食べてたよね今日、チーズまん。そう、今日さ、ローソンのさ、チーズ肉まん食べたんですよ。皆さん食べてください。めっちゃ美味しそうやった。めっちゃ美味しかった。え、伸びる系だった。え、頑張ったの伸び。もうちょっと早めにフーが食べてたら伸びたかもしれない。あ、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。皆さん頑張って伸ばしてください。お次はスティーブさん。スティーブさん、これめっちゃ美味しかった。売り切れだったって。スティーブさん、チーズ肉もめっちゃ美味しかった。チーズに弱いよね、フーチホは。そうなんよ、もう何でもチーズが入ってればいいよね。うん、チーズ選びがち。この間ね、お寿司行った時もサーモンチーズが優勝したね。え、優勝した。と、アナゴ。違うよ、え、何、ポテトじゃん。ポテト。え、ほんまに、どこだっけあれ。スシロー。え、スシローのポテトが人生で一番美味しかった。え、ほんまに美味しい、スシローのポテト。ほんまにマジで、スシローのポテト食べたら、うん、もう食べれん他のポテト。なんかふーちゃん普段さ、ハンバーガー屋さんとかであんまポテト食べんのに、そう、スシローめっちゃ食べてた。私ポテト食べれないんですよ。食べれないわ嘘。めっちゃ食べとったやないか。食べれないわ嘘なんですけど、うん、あ、名前も呼べんだっけこれは。うん、コージ A さん。コージ A さん、あれ、私めっちゃ飛ばした。めっちゃ飛ばしてるわ。どこまで飛ばしたの。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。ね、スティーブさんが書いてた、うん、書いてましたよね。なんか KIDD さ さん。これキットさんって読むの。ちょ、ずっと KIDD さんって読みよったわ。私も KIDD、 私わかんない。
じゃあ KIDD さんで、うん、AU だね、AU かな。あ、そういうこと。だって AU by KDDI じゃない。え、そう、KDDI じゃん、 KIDD だよ。あ、ほんまや。KIDD だ、 KIDD さん、間違えた。何の話してたっけ。ポテトじゃん。そうだよ。ポテトなんだよ、みんな。ポテトしか勝たんのんだよ。あれも食べたよね、2人で。天ぷら。え、天ぷらも優勝したよ。天ぷらも優勝した。次は、民獣さん。天ぷらも優勝。ね。あ、これ、風知法ファンも。これ、風知法で。これ、初めて見たよね、このハート。そう。風知法ハート。ウロボロス。ウロボロスって何？なんだっけ？やめだ。竜の道、竜の道。竜っぽくない？あ、ウロボロスって竜の道ってこと？わかんない。でもウロボロスってドラマありましたよね。あった。ウロボロス竜の道って書いてた気がするの。おお。どこまで行ったっけ？あ、もちゃもちゃさん次。かわいい名前、もちゃもちゃさん。あ、これピエンしてるやつだよ。ピエンしてる。ピエン、ピエンアイ。マジで最近ピエンアイって言うよね。しほちゃん。めっちゃ使う。あと、ピエンアイとなんだっけ。無限大ホール。ほんまにわかんない。私もう一回釣られたんですよ。最悪です、もう。違う、なんか無限大ホールは多分なんか吉本のホールの名前なんですよ多分。そうそうそう。全く詳しくもないのになぜかそれにハマっちゃって、その言葉に。ね。そう、次スナハンさん。スナハンさん。もちゃもちゃさん好きすぎてピエンだそうです。はい、ふーちゃんの地雷メイク好き。地雷メイクやってよ今度。ちょっとなんか地雷メイクめっちゃ流行っとった時に、うん、絶対やらんってね貫いとったんよ。変な意地や。そう、変な意地張ってた。次はあやかさん。あ、キャンキャンが流れてるよ。このダンス大好き。わかる、好き。あ、あれが好きだよ、ふーちゃんの。おーファンツースリー。いきなり稲葉をしちゃうから、そう、見ててほしい、みんなに。次はね、たくやさん。イナバーワーするんだよ、本当に。今日もイナバーワースター。ここも好きよ、せーの、うん、ボー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 。そう、サッカー始まるみたい。サッカー始まっちゃう。次はピロリンさん。あとから辛く消してしまいたいんだ。あなた？あ、溜まってた。あなた溜まっていってるわよ。あら。次はゆうきさん。いいな。そんなやつ。あ、見せなきゃ。たくやさん。ありがとう、また。ねえ、嫌いな食べ物ないの？ゴーヤ嫌い。あ、でも最近食べれるようになった。あら、うん。いいじゃないですか。どういう質問やったの？なんかありがトマトって言った時にさ、あ、トマト、そう、トマト嫌いだと思って。ね、トマト嫌いってもったいない。なこの前なんかトマトとお肉を一緒に食べる料理に出会って、うん、食べようと思ったんやけど、うん、すっごい食べようっていう気持ちになって結局食べんかった。もったいない。トマトとお肉はもう最強よ。食べたい。次、リュウジさん2枚。ゆうきさん、リュウジさん、レバーは？あー、食べれるよ。わい、レバーあかんわ。なんかそんな食べる機会ないよ。うん、走りまーく。はい、あなた、はい。リュウジさん、あ、お尻だよ、お尻。リュウジさんのお尻。リュウジさんのお尻ではない。リュウジさんのお尻。次はイナッチさん。かわいい。シーマークかわいいです。俺の書いてきた。あ、ピンゴー。ピンゴー。いえ。
ナッチさん、てっちゃん、ピース。全身映ってるのもあんまないかな。あ、でもしゃがんでるのとかだとあるか。そう、しゃがみが多いですね。次はおもちさん。え、ふーちゃんみたいな人がいるよ。そうなの、うん、お私おもちめっちゃ使ってるんですよね、プライベートで。じゃーん、もちもちベレー帽素敵、おもちちゃん、はい。次はたっちゃんさん。お、2枚。スーパールーパー鏡餅。もうすぐお正月だね。まだまだよ。鏡餅食べたことある？ないないない。あれ食べるものじゃないんじゃないの？え、食べるものじゃないの？でも食べたことない。え、ないないない。あ、フーチホー一曲踊りたいね。なかなか披露することないから。シャーララシャーララシャーララ。全然映ってない。私たち行ってば、私たち行ってば、はい。タンキンタンキンタンキン、たっちゃんさん。次は、ベランダから見える景色が、しのぶさん。私も書かなきゃ。あ、レア真顔が出ました。やった真顔1個だけだよね。そうかも。あきらさんだよ。しのぶさん。次は MFSY さん。あきらさん。うん、これ明太子ポーズ、チョウが押してる、押してる。謎に今日押してたやつ。明太子食べたい。明太子とたらこの違いってわかる？わかんない。私もわかんない。ね、何ですか？皮？味？わかった。なんかする前みたいな。魚と魚、え、なんかする前ですよね。なんか明太子はなんだっけ。明太子はなんかする前。あ、熟させる。辛さだって。辛さ、あ、唐辛子入りかそうじゃないかってこと。おお、そうですそうですってやってる。へえ。誰まで行ったっけな。あ、NT。 次はエリカ先生さん。やばい、まだ1ページ目だ。ほい、ありがとう。次はたくみさんです。なんかチェキのこの浅い色みたいな感じ好き。わかる、レトロ淡い感じ、うん、ね。今日のフーチホのお洋服のテーマは淡い女。そう、淡い色で合わせました。そう、なんかみんなすごいね、いっぱい合わせてたから。うん。お次はヒデのヒデさん。今日中に終わるかなって。終わるよ、終わるよ。次はこれ好きなの、このチェキ。おしつきふるの。どれ？これ。うん、抱かれてる。そう、ラブラブ。こうすけさん。花が咲くその頃には。あ、こうすけさん2枚だ、ありがとうございます。あなた、あ、私の番。そうやって。
コウスケさん1枚だった。え、嘘だ。あ、ごめんなさい、2枚書いちゃった。じゃあどっちがいいですか、コウスケさん。コウスケさんどっちがいいかな。おすすめどっちにする。あ、もみじまんじゅう。あ、そうだね、もみじまんじゅうにする。じゃあごめんなさい、コウスケさんと皆さん。ごめんなさい。足りる？足りる？足りますか？足りる、よかった。ごめんなさい。こっちになりました。あ、リッピーさんが2枚だ。ごめんなさい。予備も取ったの？なんかよくわかんない。何枚取ったんですか？絶対多かったですよね。ちょっと多かったんですか？絶対多かった。あ、5枚くらい多めに。あ、5枚くらい。あ、今何枚見せたっけ。1枚なくなった。1枚減った。2枚なくなった。あと3枚。3枚見せれる。よく言えば。リッピッピさん。リッピッピー。アップップーみたい。アップップー。お次は誠さん。誠さん3枚。ありがとうございます。ありがとう、誠さん。リッピッピー。犬です、犬。まだ序盤なのに大丈夫って。ほんまや、まだ1ページ目なのに。それな。大丈夫。まことさん。大丈夫、風痴穂だから。そう、なんて言ったって。風痴穂だから。オッキー。まことさん。でもまだ15分ぐらいしか経ってないですよね。あら。ほら。お違い、ヤオトンさんです。みんなじゃあ、風痴穂のどんな話聞きたい？あ、いい感じのペースって。風痴穂のどんな、じゃあ何話す？風痴穂の、うん、じゃあ一番の思い出の一緒。いいよ。一番楽しかった思い出の場所ね。うん、いっせーのーで、ユニバー！イエーイ！ディスタンス！ディスタンス！あ、はい！イエーイ！私たちってば。私たちってば。次は吉田さんちのカズさんです。ありがとうございます。ヤオトンさん。わーい！さすが風痴穂。風痴穂よ！今まで2回行ったよね。2回行った。3回生のこと。あ、2回か。2回だよ。そうか、また行きたいね。行こう絶対ね。ホラーナイトだし。ホラーナイトはやばい。カズくん、西田さんちの東地方で売ってしまった。西田さんちのカズくん。あ、1枚目が終わりました。風痴穂最強って、最強って言うんだ。最強のこと。最強って言うの。あ、そういうことか。うん、今時やな。ね、いや、ザッキーさんね、使っていこう。最強、ワイラ最強。最強。それは私や。うん、間違えた。ザッキーさん、はい。お次はゆきひささん、3枚ありがとうございます。これから先のこと考えたくなる。人生たい離れたい。ザッキーさん、ありがとう。ふーちゃんに会えてよかった。 STU になって。え、急に。ちょっといい曲流そうや。なんかこの曲が聴いてて思った。今嬉しいね。私もジョーちゃんいなかったらもう、うん、もう没されてたかもしれない。私はもうジョーちゃんいなかったらもうお互いよ。そう、ゆきひささん。じゃあお互いの好きなところを一個ずつ言い合っていこう。なんでその恥ずかしいことしなきゃいけないんですか。なんで、楽しいじゃん。ふーちゃん、じゃあその1、はい、ふーちゃんは、うん、なんだろうな、
え、難しいね。え、じゃ、え、1個目なのに悲しい、1個目なのに難しいって言われた。うん、手が止まっちゃう。ファルコンさん3枚ありがとうございます。見て、この風イケメンじゃない？あ、イケメン、ね、うん。そう、ちほちゃんの好きなところは、うん、うん、適当なところ。え、1個目それ、うん、なんか似てるなって思う。でも、え、でもめっちゃ似てるなって思う。なんかめっちゃ似てる。チョーラってほんまに似とる。似てるよね。うん、なんかやる気ある時とやる気ない時の期間がめっちゃ似とる。え、一緒ないの。うん、なんか周期が一緒。そう、人生の、人生の波って皆さんありますか？何やこれ人生の波ってありますよね。でもなんか今週すごいさ、めっちゃ死ぬほどやる気あるのに、なんかやる気ない時 というか、何、違うんですよ、うん、沈みやすい時。え、違う。え、なんか、なんでしょうね、今日洗濯物明日にしちゃおうみたいな時が一緒。あ、わかる。ちょっとそれは一緒になったことないけどでもそういうテンション、そういうテンションのもの。そう、ファルコンさん、ファルコンさん、あと1枚。ファルコンさん、これかわいい。ふーちゃんがお手してるところ。ワンコロリン、ワンコロリンだよ。ワンコロリン、いや、ひさしさん、ありがとうって。めっちゃほのぼのだって。イエーイ。ひさしさん、これは背中を触ってるところいいね。ワンコロリン。じゃ、のりぽんさん、ひさしさん、ずーっとー、なりぽんさん、相手の直してほしいところはある？だってふーちゃんの直してほしいとこ、うん、ニコライオさん。へー、なんだろうな。うん、何だろうな。何ですか？ないかも。うん、今日もないかもしれない、ね、ゆきおさん。何があるだろう。でも言いたい。え？この場を借りて言いたいのに思い込まん。何だろう、何だろう、何だろう。あ、わかった。何ですか？ご飯の誘惑してくるとこ。それはふーちゃんもしてくるやん。時と場合によるわ。そう、まあ、お互いがね、うん、ありがとう。のりぽんさんと、じゃあ何だろうな。ニコライオさん、次はのりお寿司マン2号さん。何だろう。ないや、結局ね。うん、なんかお互いさ、個人の時間結構大事じゃん。それな、めっちゃ大事じゃけんさ、2人でおるときは2人でおるけど、1人でおるときは1人って感じだから、うん、気使わんくて。そうなんだよ。うん、なんかそういうとこも含めてめっちゃ似とるなと思う。え、それな。お寿司、いや、カズさん3枚。ピースしてます。あ、これトゥースじゃない？トゥース。トゥース、あ、本当だ、トゥースだ。これお笑い芸人さんシリーズがある、ね。シリーズがあるんだよね。初めてのお互いの印象がだって。は、怖い大阪のお姉ちゃん。そんなことないよ。そう、そんなことなかったんだけど、うん、なんかなんとなく関西弁聞き慣れんくて。うん、だけど関西弁のイメージが強かったかな。あ、確かに、うん、カズさん2枚、今2枚よね。そうだ、千代ちゃんの印象は、うん、なんか、うん、絶対なんか 人と喋りたくないタイプだろうなと思ってたそんなことない、どい、めっちゃ印象悪いやん。そんなことなかったカズさん。でもなんか仲良くなるまで結構時間あったよね。1年くらい。確かに。
別になんか仲悪かったわけじゃないけど仲写真とか撮ってたよね。うん、仲良くもなかった。そうそうそう。ソネさん普通くらいでした。うん、なんか話すし、うん、写真とかも撮るけど、うん、2人で出かけたりとかしたことなかったし、うん、初めて出かけた日覚えてる？ココイチでしょ。正解。ココイチってなんかその時違う、ココイチのコラボしとって STU が、ね、でココイチ行ってプリクラ撮ってスタバ行ったね。うん、 JK だったよねその日は。え、だって JK だったもん2人とも。あ、そっか、現役 JK だったよ。今となってはもう悲しい、悲しい、 JK 時代が懐かしい。なんかさ駅とかで制服着とる人見かけた時に全員年下なんだと思ったらね、あらーって気持ちになる。わかる、うん、ちょっと悲しくなるよね、うん、ゆりちゃん、王子さん、そう、ワイはもう二十歳だ。ほんまや、やばいよそれの、ね、砂時計さん、ふーちゃんが二十歳だなんて考えられない。だってちょ、同い年な感覚やもん。私も、うん、私もあいも、ジホはまだ高校生のイメージがあって、でも実質高校生よとはそう、次はレナさん。あ、難しい感じだ。砂時計さん、ナサカーさん、ナサカー、レナ、レナ、永遠の JK、 オレラ、そうだよ、永遠の JK、 ヤピンスさん、やっぱヤブコイシコ最高だなって。ヤブコイシコ呼びレアだよね、結構レアレア。人生でなんて呼ばれたことある？あだ名なんだろう、なんて呼んでる？ふーのこと、ふーちゃん、おぷーさん、うん、おぷーさん、おぷーさん、なんかおぷーちゃん、おぷーさま、おぷーちゃん、おぷーさん、おぷーさまって結構呼ぶよね、ちょう、うん、え、でもっとあったくない？何があるだろう、おぷーぷー、あー、いいじゃん、いいじゃん、呼んでるね、うん、エビちゃんさん。ちょうのことは、チョちゃんのことは、うん、え、なんだろう、でもなんかチョちゃんばっかりな気がする。チホかな、うん、え、さ、全然チホってよ、え、なになに、違う、なんかさ、ふーさ、今フーチャレってやってるじゃんか、あ、それでね、うん、昨日ね、うん、の配信で、うん、なんかアサンチャレンジ、ほんと今日はほんと早起きチャレンジしようとしたんだけど、うん、なんかちょっとできなくて、それが、うん、ありがとう、エビちゃん。で、流行ったん、今日、チョウちゃんとの配信中に、うん、チョウちゃんにおぷーぷーっていうのを使わせるっていうのをチャレンジしてた、うん、そしたら言ってくれたの、自分から呼び名の話したから、いやー、そうだって、みんなそれで大成功って、つらかった、おぷーぷーって呼ぶ、やったぜ、やられた、あ、キャンキャンだ、あ、キャンキャンだよ、そう、キャンキャンになんか印象があっていっぱい言っちゃう、あ、やった、あ、とか言っちゃった、20 あ、20出た、20ポーズ、これは面白いエピソードがあるんですよ、5年後くらいに話しますね5年後くらいに話そう、20のエピソードは今日の20って10もあるじゃん、そう、10もありますよ、はい、はやったんさん、レアですね、はやったん、あ、待って、かやったんさん3枚、3枚だ、3枚だ、そうだよ、やりで20に来た、5年後って何歳、24か、3、あ、そうか、うん、ふーちゃんが4じゃない、そうだ、
ST は何周年 ?9? ぐらい何でそんなびっくりするんですかじゃーん流行ったもん流行ったもん9周年ちょ7周年な話してね7周年の時に、うん、OG みんなのステージみたいな戻ってきたみたいなやつをしたい ST のコンサートでえどういうことえなんか卒業したメンバーとかを呼んであみんなでってこと、ね、そうそうそういいねオランゲランヌさんオランゲランヌランヌランヌオランゲランヌオランゲランヌほい次はアキアキアッキーさん3枚ありがとうねあ、ちょっとレアじゃないなんか引きのやつアキアキアッキーさんみんなどうやってあだ名決めるんかね確かにオレンジレンジそっから残念いやでも不調のチェキいいですね我ながらいいよまたやりたいふちほチェキ会やりますかやりたいあやるおあ やらないあきあきあきさんあ、3枚3枚マジいいもんですが自画自賛すぎるいや、いいコンビなんですよ、この2人はディスタンスディスタンスお次は、まおさんまおちゃんおこれでもない君が誰かやかねさん僕は知ってるひょっこりやこれひょっこりさんひょっこりさんはいはいひょっこりさんまおちゃんひょっこりしまくりあ、うちほだしゃーん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 よしやろうやりきったもうフラの仕事終わりよ今日の、うん、このために来たからね今日はそう岸本タクシーさん2枚お岸本タクシーさんっぽいポーズなんか行くぞーって感じのポーズが出ました欲しくなった今の時期にぴったりですからねそうよこの歌ね岸本タクシーさんタクシーさんさんありがとうね、ありがとうございます、こちらこそふちほこれふちほポーズなんだよ、みんな知ってた全然やってないよね何よ、ふちほポーズふちほポーズ、でも結構昔からあるやつそうなのよのぶゆきさん思うのか最近見ないってどうなのだよじゃあ千葉のカメちゃんささこちゃんささこちゃんのぶゆきさんとうちも今日もラブイありがとうねラブイズ。こっちは、こうちけさん。
こちてこれなんかジャキシャっぽいよ。なんかこれちょっとジャキシャっぽくない？確かにジャキシャ風お座りしてる。はい、あ、止まってたじゃん。そうやで。次はたかひろさん。とめちゃんも、千葉のとめちゃんも。何？次はまーちゃんさん。じゃん。これジャケシャブだね。本当にいいですね。これお花作って2人でカメハメハみたいなやつ。次は秋広さん。このチョウちゃんマジで可愛い。フレピーマン可愛い。まーちゃんお花、そう、お花だ。そう空の期待。次はあかりちゃん。まーちゃんふーちゃん、ありがとう。いいねえ。ひろさん、なんかジャケシャ風増えたね。思った、ジャケシャ風ブロックで、多分、うん、次は、チャチャさん。お、2枚チャチャー。ポーズ思ったより多いって。そうそう、頑張ったよね。うん、シャーナナ。もう1枚あかりちゃん。次、チャチャさん、チャチャさん、今日はふーちゃんピース芸人でもそう頑張ったの。次はもぐもぐパクパクさん。もぐもぐパクパク、もぐもぐパクパク。お腹空いてきた。ねえ、もぐもぐパクパクしたいね。広島名物といえば、せーのでよ。せーの、お好み焼き。うーん、両方やな、両方やな、うん、平和。じゃあ甘い編にしよう。甘い編、そうだね、うん、せーの、え、甘い編、うん、広島の、うん、せーの、待て、考えさせて。 あ、いいよ、うん、せーの、あんころね。あんころね一緒に食べたじゃん。そういえばそんなこともあったな。そう、私たちって似てるようで似てない。さっきまでめっちゃ似てる。こういう時は似てない。こういう時は似てないけど、それも二人の良さ。お次、お三枚目いきました。誠一郎さん。え、なんかさ、あんころね売ってるお店のさ、藤井屋さんでね、うん、めっちゃ美味しそうなの売ってたんよ。食べたい。あんころねじゃなくてなんか違ったやつ。どんなん？いや、全く覚えてないの、もう。嘘でしょ。みじんも覚えてないんだけど、うん、美味しそうだなと思った記憶はある。じゃあ今度食べよう。食べよう。ナンバーワン、清志郎さん。大阪のおすすめは？大阪のおすすめは、うん、おいたく串カツでしょ。ですよね。じゃあ串カツ人生で食べたことないんですよね。え、二度漬け厳禁よ。食べたい。今度連れてって。いいよ。あ、ウインクだ。これ嘘、激レア、激レア。おいたくん激レアだよ。うわー、激レア出た。1枚しかない。りょうたさん、串カツ美味しいよね。次はウッシーさん。うまくできてるじゃん。思った、超。え、これちょっと写真撮りたかったね。撮りたかったね。確かに名前書いてあった。今度ウインクしよう。そうだね、うん、すごいウインクだ。ウッシーさん、もうもう、
人生の半分は串カツ。それは大したものだな。次はイチャリ好き大好きさん、すごい。これ言わせてる。推しメンから好きって言ってもらいたい場合はこう書いたらいいですね。いえ、うっしーさん、やっくね、ほい、ほい。次はす、すしちゃん、おいしいものが食べたい、たい、たい、じちゃん、いえ、おっきい、はい、早くライブしたい、ライブしたい、ね、ライブめっちゃしたい、完璧、楽しみ、楽しみ、完璧。あ、これあれだ、四千頭身さんの、あ、よん、これはどなたかと言いますと、お、ふーちゃんまん推しさんです。お、ふーちゃんまん推しさん、これ猫パンチあれじゃん、そう、濱家さんの、あ、そうだそうだ、そう、芸人シリーズが来た、ほい、猫パンチ。次はリリとルルさん、ふーちゃんまん推し、グリとグラン、ふーとちほ、ふーとちほ、リリとルル、いいね、ふーとちほ、リリとルル、あ、はい、ふーちゃんまん推し、ありがとう、ありがとうって、ありがとう。次はちくわさん、ありがとう、ちくわぶ、ちくわぶ、ちくわぶ好き、おでんで、美味しいね、うん、じゃあおでんで何が好きか一緒に出るよ、いいよ、待って、はい、陰性、せ、せーの、こんにゃく、あ、はんぺん、はんぺん好き、いいね、こんにゃくも好き、でも糸こん好き、ね、うん、好き、どこまで、あ、ちくわぶさん、あ、ちくわぶさん、ちくわさん、美味しい、美味しい名前ですね。次は直樹さん、もち巾着厚揚げ白滝だって、いいね、もち巾着いいね、白滝いいね、あ、大根いいね、あ、だし巻き、あ、だし巻き、だし巻きめっちゃハマっとったくない、ちょうら、ね、めっちゃハマってた、うん、おでんのだし巻き楽しみ、今年じゃない、あ、今年だ、今年 もう売ってるよね、おでんね、今年初にクマもしちゃったな、ほんまやん、こもまささん、もう冬最高だよ、大好き、冬が2番目に好き、1番は秋、うん、秋冬最高ですよね、今からの時期最高やん、そうなの、最高なんですよ、今日も春と秋が好き、春は花粉ちゃんが怖い、あ、そっか、うん、どこまで行ったっけな、あ、次は金一さんです、金一、春あれがあるね、いちご、あ、え、ほんまや、いちご狩り行かんと、いちご、そう、いちご、ね、今年はね、コロナがなかったらね、ね、行こうって言っとったよね、お花畑もいっぱい行こうって言ってたのにさ、そうなんですよ、全然行けなかった、コロナのせいで、金一さんありがとう、やられた、次はゆきはやさん、栗拾いに行こうだって、え、栗は拾いに行きたい、ね、栗取ってるのかな、でも、なんか家の近くに栗の木あって、うん、できるよ、だから、え、マジ、うん、無料でできちゃう、うん、無料でできちゃう、梨狩り、梨はない、梨大好き、梨行きたいね、フルーツで梨が一番好きで、そうなん、うん、うん、何が好き、え、何が好きじゃろ、みかん、みかん好きそう、あなた、うん、好き、こたつで食べようね、こたつで一緒に、こたつで食べよう、みかん超楽しみ、ね、やばい、アイスとみかんと、ね、次は、もっくんさん、焼き芋は大好き、今の季節やね、ほい、あれ着てみかん食べようや、なになんかドラでしたっけ、ドラ、あ、わかるよ、なんだっけあれ、なんていうの、はんぺんみたいなやつ、あ、そう、はんぺん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 、
何でしたっけ、ポンチョみたいな、チョッキンみたいな、冬の、あ、テンだって、ハンテン、あー、ちゃんちゃんこ、あ、ちゃんちゃんこ、ちょ、ちゃんちゃんこね、ロケで使ってね、そのもらったの、うん、めっちゃいいやん、欲しい、そう、トロちゃんとチョ、お揃いのハンテン、ハンテンじゃない、ハンテン、ハンテン、ちゃんちゃんこ、ハムで歌います。お次は、ともひろさん、カチョスさん、ともひろにゃんこ、ほい、ハテバーズ、串焼き、串焼きフーチポ、ロウガさん、次はシロウさん、あ、桃だ、ニッポー、ふーちゃん最近桃食べとらんかった？桃食べたわ、ね、桃大好き、でも桃の季節終わってしまったから、桃の季節って夏なん？夏ですよね、うん、でもう秋だから梨よ今は、ほんまや、どこまで書いてくる、お、次は駒田康隆さん、駒田ね、梨食べたいよね、夏美味しいよね、梨じゃねえ、ワンワンポーズ、梨食べたくなってきた、ぶどう食べたい、好き、え、最近ね、ちょ、いちじく、ドライいちじくはめっちゃ食べよったんやけど、普通のいちじく食べたことなかったんよ、うん、初めて食べたらめっちゃ美味しくて、いちじくってどんな味するん、プツプツ、めっちゃ感じ可愛いんよね、無に、なし、なしであるじゃん、ない、うん、何もないね、ないね、あ、花に、3文字ぐらい、そう、果物の、うん、めっちゃいちじくの感じが好き、あれでいちじくっていう世界観がもう、確かに、ありがとう日本って感じです、うん、じゃあユッキーさん3枚、ね、ユッキーさんめっちゃ可愛くなった、イチジクの感じ、イチジクの感じ分かるんだって、なんかでね、頭良くなりたくて調べたな、じゃあなんか懐かしい話しよう、懐かしい話、うん、うちはでどこ行ったっけな、覚えてない、覚えてないね、お泊まり来たね、実家でも、あ、行った、アイスケーキ食べた、ふーちゃんの誕生日の日に行ったんよね、そうよ、そう、ふーちゃん誕生日にユニバ行って帰りにお泊まりしました、そう、やぶけに、うん、私もアイスケーキ食べたいな、絶対食べよ、絶対食べよ、うん、2人でワンホール、ね、でも去年もその息で行ったのに食べれなかったよね、半分くらい残しちゃったよね、そう、でもあれはしょうがない、なんかその前にユニバでも食べとったから、そうね、普通に食べてたからね、うん、エヴァさん、エヴァさん、エヴァやエヴァンゲリオンや、エヴァンゲリオン見たことある？好き？エヴァンゲリオンいいですよね、私も全部見ました、何個あるの、ちょ、映画見た、何個あるって、映画あるんじゃなかった、もうすぐ、直樹さんですよね、映画出ますよね、エヴァンゲリオン、え、新しい映画、そうそうそう、え、見たい、ね、うん、え、ね、フリフラも見たい、え、それずっと言っとるよね、うん、予告見たらめっちゃ見たいのいっぱいあったんですけどね、うん、次は荒吉さん、延期したんだ、エヴァ、次はあけぼさん、あ、これ読書の秋のポーズだ、ハマのみなみちゃん可愛い、めっちゃ可愛いですよね、ハマのみなみちゃん、え、もう最近めっちゃハマっててさ、うん、可愛くてめっちゃ可愛い、動画見漁ってる、うん、次はスープカレーは飲み物さん、
スープカレー食べたことある？ない。そうさ、北海道のツアーの時にさ、お昼ちょっと早く入ったけん食べたんよ、うん。めっちゃ美味しかった。嘘。ほんまに美味しかった。行きたい。北海道行きたい。次はプーさん。スープカレー食べたい。じゃプーさんのモノマネできるよ。やって。蜂蜜食べたいな。もっと低いですよね。ねえ、待って、なんか判定してくださるスタッフさんがいるんですけど、すぐそれが仕事みたいな。こっちはなんかクオリティじゃなくて、なんか挑戦する勇気、心意気を認めてほしい。早からすぐできるよ。じゃあ蜂蜜食べたいな。はい、ほら、どっちかというとどっちですか。ほら、本当ですか。ちょっとなんか普段の喋り方がめっちゃ、プーさんってみなみとみちかなに確かめっちゃ言われるよね。へー、うん、これちょっとふざけすぎたか。でも坊ちゃんはできるよ。坊ちゃんうまいよ。そうやって口隠したらめっちゃうまい。いくよ。うん、ほら、うまくないですか。いや、ちょっと待って、私うまいですよ。しんちゃん、しんちゃん、どっちですか。引き分け、ドロー。あー、むずいな。なかなかむずいですね。潰してほしい。お次は誰だ、ね、クークネルオさん。クークネルオ、なんか何回も言いたくなる名前よね。ね、うん、クークネルオ、プーさん。次はグッピーさん。あ、グッピー。あ、わーわー。うん、グッピーさん。ね、このさ、この二人の感じさ、良くない。うん、いい、なんかいいとこの人。いいとこの人感あるよ。次はトモ先輩。トモ先輩、そろそろもう1時間経ちますね。だって、あら、いいペースですか。あ、いいペースだって。グッピーさん、あ、嬉しい。トモ先輩、いつもありがとう。だってなんだ。トモ先輩さん。次はひろきさん。三角マークやったから三角関係って書きました。三角関係。1時間で3分の1終わるくらい。おお。それではとても良い。とても良い。三。次は、たかしんゆえにさん。三枚。ゆえに。たかしん。なんかいい曲だなぁ。ねぇ、おしまい。たかしん、たかしん、カップリングいい曲多いよねって。そうなんだよ。ふわちゃん出ちゃう。今日の仕事終了。今日の仕事終了。帽子が脱げそうやったんです、それ。次はヨッシーさん、2枚。ありがとうね。ありがとうね。
さしすせそ。たかしんさん、ありがとう。Thank you so much. Thank you so much. 次はプラザ48さん。ヨッシーさん。いいね。ずっと単一植物流れるようになったらダメだ。もうそれはもうやばいよ。はい、見てると次はですね、夢追い、夢追いスナイパーさん、なんかいい名前ね。うん、夢叶いそう。フーチゴフェスになる。ほんまや。うん、やりたいな。ね。次は佐々木さん。フーチゴフェスやりたい。やろう。ね。あ、やるって言った。あ、やるって言った。やりましょうね。明日やるって言ってます。フーチゴフェス。フーチゴフェスやるってやったら何やる？何やろう。なんかき氷とかやりたい。あ、やりたい。ね。地氷とか、うん、金魚すくい、やりたい。ボールすくいとかね。カズマさん、佐々木さん、あー、なんか東京夏祭りじゃん。確かに。いや、そうなのさん、さあかな。お、いらっしゃる。あ、動いちゃった。次はえいひろさん、2枚。はじめ。ありがとう。えいひろさん。屋台もやってほしい。やりたい。屋台何が好き？東京コロッケ。え？何それ？このちっちゃいコロッケを。うん。なんかタレにつけて、うん、それを串立ちにして、うん、コロッケ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 。え、知ってますか？うん、大阪だけ知らないらしい、みんな、うん、めっちゃ美味しいんだよ。もうそれ並ぶのに1本50円か100円かなんだけど。え、安いね。めっちゃ好きなんや。えいひろさん、あ、大阪だけよってコメントが来た。そうなのか。うん、リンゴ飴さん、あ、好き。いちごだ。うん、好き。ね。千原さん、去年のフラワー、一昨年？うんうんうん。あれよ、トルコアイス2個食べたんですよ。そう、それとあとキュウリ。そう、なんかおかず系はなんかあんま引かれんくて、そう。お昼ご飯にアイスばっかりよね。アイス2個食べた、あとキュウリ。そう。トルコアイスって本当にめっちゃ思う。この間もね、配信見たことあるんですけど、うん、あれ取っちゃったらどうするんだろう。取っちゃったらこうやって遊ぶじゃないですか、うん、取れちゃったらどうするんだろう。あ、確かに。あ、コーンか。そう、コーンが、うん、トルコアイスのおじさんが遊ぶじゃないですか。やったことありますか、トルコアイス。え、めっちゃ楽しいんですよ。なんかおじさんが意地悪してくるんですよ。あ、うん、あ、そうそうって。それがさ、うん、コーンを間違えて取れてしまった場合はさ、確かに細山さんちょっと気まずいよね。うん、えいひろさん、ありがとう。次は長ゆきさん。あ、えいひろさん2枚書いてたっけ。書いてたよ。書いてたか。そうめんだ。長ゆきさん、行こう。次はこうすけさん。こうすけさん、細山さん、細山、細山、細山。次はこうすけさん、ひろゆきさん。
ハテナさん。これ。うん、よき。ね。いい写真。長ゆきさん。いいね。ハテナ。いい写真。長ゆきさん。たかしさん。あ、2枚も溜まってるよ。ハテナさん。ぎゅう。ハテナさん、サンキュー、バニー。次は、チュンタさん。うん、これちょっとなんかレアだよ。全身が映ってるやつ。白雪さん。チュンタさん。素敵なチェキだ。なんかチェキ、チェキっていいよね。ね、いいね、味がありますね。チュンタさん。お次はタッツーさん。タカシさん。なんか二人のチェキのいいところですね、これは。なんかいろんな種類。確かに。ちょっと待って、これなんかちょっと微妙い。ちょっと微妙してて。やめとけ。ちょっとしてた。これやめときます。それがチホちゃんの指を噛んでるやつ。そう、噛まれてわーってなってるやつ。そうそう。チュンタさん、あ、これいいじゃん。全身写真だ。ね、ちょっとレアだよね。うん、全身本日の。タッツーさん。お次は、田中総一郎くんさん。タッツーさん。田中総一郎くん。タッツーさん。うちほしかパタン。田中総一郎くん。次は、たかひろくんさん。たかひろくん。田中総一郎くん。お次は、山崎さん。八のクリーム。大切な君と約束したいな、忘れはしない。うん、いらっしゃる。うん、ありがとうね。次は、しゅんさん。お、タイタニックだ。アルバムの声。次は、やすしくんさん。お寿司、やすし。お寿司食べたいな。ね、お寿司食べたいね、うん、じゃあ今一番食べたいお寿司のネタ、伊勢なでるよ、ね、せーの、アナゴーキャー。2人はアナゴかサーモンのどっちかだよね、うん、そうだよ、両方、うん、もはや実質正解だよね。実質正解。大好きなんだよ、サーモン。お次は、ゆうたさん。やすしくん。女の子サーモン好きだよねって。確かに、確かに。でも男の子も好きなんで、好きですか？子供が好きなんで。好きじゃないですか？何が好きですか？芽ネギとかでしょ。私芽ネギ好きっていう大人になりたいってこの間メールで送ったんですよ。そう、言ったことない。でもヒラメ、ヒラメ回転してるとこにある。ヒラメ、ね、ヒラメなんてない、見たことないもん、うん、アジ、アジって青みですか？白い、どちらかというと青い。ああ、青いのあんま食べるよね、チョウラ。
青いのって何がある？ブリとかカツオとか。カツオは違う？でもどちらかといえば青いよね。カツオはどうなんだろう、赤いんじゃない、うん、じゃあ赤身。あとどこまで描いたっけ今。ちょっと待っちゃった。どこまで行ったの？ゆうたくんさんを描いたから。あ、まさふみさんの次や。まさふみさん、まさふみ、サバ寿司、なんか押し寿司みたいなのが好きかも。あ、でも新幹線の時買ったことあるね、押し寿司みたいな。サバの押し寿司。次はしんじさん、まさふみさん。さよりだって誰？友達？そういう魚あるよね。知らないわ。次はトマトさん。バッテラバッテラ。トマトさん食べれないや。トマトはリコピンが豊富ですよ。ほんまや。トマト好きだっけ？トマト大好き。トマトラーメンとか食べたい。ね。そういうのあるよね。うん。テラさん。シンジさん。ソーセラーゴのせ。トマトさん。トマトつけ麺だっていいね。テラオナオキさん。テラさん。すごい、テラ続きや。ね。うん、トマト祭りがあるらしいよ。無理じゃん、ちまちゃん。うん、参加できない。あ、うん、かのちゃん。ナポリタンは確かに食べれるの？食べれるよ。ちょ、握手会の料理作るやつ、ナポリタン作った。あー、昔のやつか。うん、褒められたよ。マジで？スタッフさんに。うん、いいね。何作ったか全然覚えてないや。一回さ、卵焼き2人ともかぶっとったよね。かぶったかぶった、うん、あん時も褒められたやつよ。今んとこメンバーの中で一番卵焼き上手ですよ。やばい、イエーイ。私その後だと信じてる。、うん、どこまで行ったっけ。違う、直哉さんだ。卵焼き最近全然作ってない。てか家に何もなくてやばい、材料が。うん、ムーってしてる。なおやさん、納豆とサバ缶も今となってはもうない。もう何もない、調味料しかない。あら、ま、生きていけない。次はボンレスハムさん、2枚。ハム食べたいね。食べたいね。ボンレス、ボンレス、ドゥドゥドゥ。なんだっけ、なにそれ。ドゥ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 。ほい、次は陽平くんさん。お手してる。お手。次はケイ、ケイさん。ボンレス、ボンレス、じゃんじゃん。めっちゃ離れんやん。めっちゃ離れん、やばい。陽平くん。次はハゲピーさん。ハゲピーみたい。あくびしたってしてないよ、陽平くん。今日あれか、木曜日か。そうだよ、平日やな。みんなじゃあ仕事終わりとかなんかね。ね、うん、ありがたい。それな。次はペプさん。うん、コーラ飲みたくなる。
コーラ。コーラあんま飲まんな。確かにな、チョウもあんま飲まんね、うん。ちょっと前に久々に飲んだ。しびれるくない？しびれる。コックさんのしげさん。シェフ。ペップさん。今コーラ飲んでます。お。いいね。ぴったりだね。今仕事終わってみてる。兄弟の翔吾さん。お、お仕事お疲れ様です。お仕事お疲れ様。トックさんのしげさん。夏は炭酸菌が飲みたくなる。確かに。ね、夏はね。うん。シワシワ。喉がさ。いや、コックンさん。あ、明太子ポーズだ。来たー。ケイタの勝負さん。明太子。コックンさん。いや、コミさん。夏野菜だ。あんま飲まんの。あんま飲まんね。チューあれ飲むやん。ゆずのさ、セブンの。あ、ゆず&レモン。うん、あれめっちゃ飲むよね。最近セブンで売ってるさ、ゆず&レモンの。なんかセブンブランドみたいなやつ。そう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 。で、ともかずさん2枚。ありがとうね。炭酸ね、でもまあ体には良くないよね、多分。確かに。ね、お茶とか飲んだり。うん。ともかずさん。ともかずさん。次は、まさかずさん。今年の秋に一緒にやりたいこと話そう。あ、いいね。なんだろうね。栗狩り。栗狩り、芋、焼き芋。焼き芋やりたい。焼き芋ってどうやってやるんだろうね。なんか火事起こしそうやない？確かに、うん、ドンキやな。ドンキの焼き芋最強。美味しい。美味しいんですよ。ドンキの焼き芋最強。うん、次のページだ。落ち葉か。でもさ、小学校の時やらん焼き芋。え、やった。横山子さん、そういうさ、絵本なかった、うん、おばあちゃんが、なんだっけ、なんていう本か忘れちゃったんですけど、うん、なんか焼き芋をみんなで作るっていう絵本。え、知らん。嘘。そう、うん、何の絵本読んでたの？ふ、あれ読んでたよ。ネズミくんのチョッキとか。あ、知ってる、うん、あれは僕は飲みのピコ。え、なんか聞いたことあるけど。あ、あ、分かった分かった分かった。僕は飲みのピコの、うん、みたいな続いてくやつ。あれ好きだった、うん、でもなんかあんま思い浮かばん。次、ミルクさん。ミルクさん、どこどこ。横山さん。次はマキさん。マーキさん、ミルクさん、冬は雪合戦したい。学生の頃いつもしよった。マジで？なんか自転車通学やけど、雪の日だけはみんなで歩いて行って。いいなやってた。いい雪いいな。雪んこになろう。雪んこになる。ジネさん、マキさん、そんなよく積もるの？いや、1年に1回ぐらいしか積もらん。え、大阪積もる？うん、全然積もらんね。降ったらなんか降るけど、たまに、うん、絶対なんか雨になるって感じ。あ、蒸発する。
そりゃいかんばい。次はまさひろさん、みねさん、雪だるま作りたい。雪だるま作ろう。ドアを開けて一緒に遊ぼう。どうして出てこないの。怒られそう、はい、怒られそうです。怒った顔してる。まさひろさん、前は仲良くしてたのになぜよいの。激おこや。おこにらんでる。怒ってる。はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。松ぼっくりさん2枚。あ、これをする元気がなくなってきた。気持ちは元気だけど体力が。松ぼっくりさん、松ぼっくりさん、秋だ。あ、2枚だ。松ぼっくりさん、いいね。松ぼっくりさん、今の季節じゃんね、ぴったりシーズンやな。次はあこちゃん、あこちゃん、ありがとう、ありがとう。次はまっちゃん。え、アナ雪とかもう何年前なんだろう。ね、アナ雪ちゃん2回見に行ったよ。マジで？なんで？友達と行ったのと、うん、もう一回はなんかお父さんが見に行きたいって言ってたから、一緒に行きました。そう、うん、いいね、うん、マレフィセントとかもお父さんと行った。あ、いいね。マレフィセントめっちゃ感動するくない？めっちゃ感動した。見方変わった。うん、2も見た。マレフィセントの、うん、2も見たね。うん、将来一緒に何見たっけ。いっぱい見てるよね。でもいっぱい見てるけどあんま覚えてない。何も覚えてないよ。キングダム、キングダムとかも見たし。でもな、結構何回も行ってるよね。見てる見てる。それどなたですか。まっちゃんか。まっちゃんか。じゃあ次は和明さん。覚えてないんだよね、あんまり。次はリュウタさん、和明さん、そう、あんまり一星かやな。映画見たいな。でも映画見たい。お、なんだっけ、おもフリフラ、フリフラ。次は松吉さん2枚。フリフラは絶対見る。でももうそろそろ見なきゃじゃない、ほんまにね、うん、もうなんか知らん間に終わりそうよね。ね、なんかそういうの いっぱいあった、ね、見たかったけどみたいな。気づいたらフリフラ明日からだって。ええ、嘘だ。公開されてないんですか、まだ。え、嘘。絶対されてるよ。え、絶対されてるよ。え、されてないの。されてなかったっけ。え、されてなかったっけ。延期されてるのかな。え、されてなかったっけ。じゃなかったっけって言ってる。え、でも捨てた気がするな。捨てた気がするけど、どうなんだろう。ちょっとあんまり良かった。次はた、たけん18さん。あ、アニメは明日からだって。そっか、あ、そういうことか。だったね。何でもやるらしいよ。ハニーレモンソーダもなんか。え、思った。実写化するって。あの漫画めっちゃ好き。読んだ。ちょ、あの作者の人めっちゃ好きやん。ね。うん。わかる。ね。じゃあキョンキョンさん。手をつなごうとかも知らなかった？うんうん。ね。キョンキョン。
ね、実写多いね。ほんまやね。それカピフィーさん、カピフィー、おじさんって誰？そう、2人ともあだ名ないね、チョーラ。なんか公式的なマイキューみたいな。うん、確かに作りたいね。作ろう。チョーはさ、チホンヌとかメンバーから呼ばれるけどさ、うん、フーちゃん、みんなからフーちゃんじゃない？フーちゃんかフーか。フーか、オプー。オプーもある。オフーもある。あ、確かオフーだね。うん。ヤブもある。あ、みーちゃんとかヤブいっぱいあったもん。そう。ヤブはっていう。あ、確かに。みーちゃんは。カピフィーさん。オフー多いかな。みちゅーとか。確かに。あったわ。じゃあ、ゆっきーちゃん。コウコちゃんとかなんだろうね、確かに。じゃあ、コウコちゃんだけ、チーだ。確かに。みなみとかちーちゃんとか、うん、ちーちゃんだよね、うん、いいね。次はゆうとさん、カピカピピー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 カピゆうとさん、ゆっきーちゃん。次はひさしさん、そう、門脇とかおふうって頼むんだり、ふうかな、でも門脇は確かに。次は和幸さん、ゆうとさん、いや、ジョーさん、ジョー、早く冬になってほしいな。ゆきんこになろうね。じゃあプララウエマッツさん、ね、ゆきんこになろう。はずゆきさん、ウエマッツ、どの季節が一番好き？話したか。話した。じゃあ好きな何にする？じゃあ好きな何々をさ、いっぱいどんどん言っていこう。じゃあ好きな、あ、うーん、何があるだろう、何があるかな。みんなから募集してるっていうのは。あ、確かに。皆さんコメントで教えてください。教えてください。ねる姫さん、ありがとう。好きなパスタ、好きなケーキ、好きなアニメだ。好きなケーキ、好きなケーキ。え、難しい。決まった。好きなケーキ、うん。次、おじゃまるさん、せーの、チーズケーキ。え、ふーちゃんモンブラン食べてるとこ見たことないんだけど。違う、聞いてんの。ちっちゃい時ずっとモンブランだったの、誕生日ケーキ。あ、そうなんや。本当ですよ、うん、そう。ケーキあんまめっちゃ好きってわけじゃない。まあ確かに、あんま食べる機会少ないね。うん、おじゃまるさん。次はモニタン。あと何があるだろう。ビジネスモンブランか。まあ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 、まあ、チーズケーキ好きよね、でも好き。次、鳥取さん、ミルクレープ好きだって。ミルクレープも美味しくない？半分いきましたって。半分くらいしました。あ、そっか。チェンジだ。チェンジします。今まで蝶が宛名書いてたんですけど、チェンジいたします。今どこまで行ったかというと、鳥取さんまで行きました。生誕のケーキがフルーツからなくなるって。でもそうよね。うん。でもそうだったね。ほい、ほい、ほい。よろしく頼むよ。あ、たくさん入ってるわ。ちょっと待って、これだけ買ったね。うん。鳥取さん。ということで、半分、あ、間違えた。あら、あとはこっちに置けばいいの？うん、そっちに置けばいい。どこまで行った？あ、ここか。かなさんから。かなさんから。じゃあ、みんな何が気になる？
ルパールパ。ルーパー。来た。来た。かなさん。これ間違えそう。ふう。ダメだよ。この間やばかったよね。お話し会の時。めっちゃ書き損じしてたよね。そう。40枚ぐらい。そう。で、スタッフさんと超で、なんか、書き直し大会をしました。そう。ジュエイジさんって言うのこれ。絶対違うよ。これが、あれだ、本名だ。もう私は5分ぐらい画面に映らないでおきます。トトーさん、トトーさん、トトーさん、いかんばい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 。テンパチアールさん、トトーさん、別の日のやつに書いちゃった。そう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 、そんなこともあった。純喜さん、ありがとう。もとテンパチワールさん、純喜さん、トリッピー母、終わってたって、あ、本当だ、あ、ほんまや、好きな〇〇シリーズとか言ってたのに、好きな〇〇シリーズ、なんだろうね。タクちゃん好きな、うん、好きな、何がある、みんな好きなアイスクリーム、いっせー、待って、はい、種類、種類、ちょっと待って、そんなの決められない、あ、味、味か、うん、いいよ、せーの、うん、チョコミント、ピスタチオ、え、チョコミントも好きだけど、君はチョコミントじゃないのか、チョコミントの仲間だろ。チョコミントも好きだけど、全部好きなんよ、マサトさん、わかる、チョコミント多い、なんかさ、その時期にもよらん、うん、うん、確かに今の季節は、今の季節は絶対あれでしょ、なんか栗とか、うん、芋系じゃない、確かに、もうあんまないよね、芋系のさ、アイスはない、アイスない、スイーツだったら、うん、イチゴはずっと好きかも、うん、イチゴのチョコ系最近フーチホハマってるよね。そう、でもなんかさ、うん、イチゴ好きってあんまなんかもう言えないかんない、確かになんか、かゆさんにもうイチゴ枠は埋まってる、うん、そう、ありがとうね、まさとさん、バユ、おバユ、おバユ、あ、あら、まさとさん3枚だ、1枚しか書いてなかった、面白い、すまん、ゆうさん、キャラメルも好きに、そう、キャラメル好きなんよ、めっちゃ最近、キャラメルって美味しくない？美味しい、キャラメル大好き、ふーちゃんキャラメル好きなイメージだよ、めっちゃ好き、キャラメル、塩キャラメルとか言われたらもうたまったもんじゃない、あー、かぶった、あ、ディスタンス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 、キャラメル好き、なんかさ、モーがあるでしょ、うん、モーのが美味しかったんで、お、マースケさん、マースケさん、ラーメンが出た、
計算。ズルズル。どうもすするです。すする TV。すする TV。マスケさん、ラーメン。ラーメンマン。トモウニ841チーズさん。トモウニさん。いつも見てるって。すする TV？ あんま見たことない。あれは見せてろよ。ほんまやな。トモウニさん。続きまして、トモウニ841チーズさん、美味しそうな名前。ウニ食べたい。ウニとかあんま食べんくない？ウニ、うん、ウニ一さん一回しか食べたことないかも。もう全然味がわかん、覚えてないわ、うん。北海道で海に食べたい。あ、2枚食べた。北海道行きたい。ね、北海道行きたいな、うん。定期的に冬ださ、北海道行きたくなるよね。うん。行けない距離ではない。ではある。うん？遠い。うん。北海道行きたいな。ね。うん。釣り味さん。ありがとうね。なんかいろんな県に行きたいんですよ、うん。木彫りの鮭さん、鮭を釣り、鮭を鮭を、鮭美味しいよな。鮭好き。鮭とホッケとサバが好き。焼き魚は健康食。鮭とさ、鮭の違いは何なんだろう。大人か子供かじゃない？一緒？一緒っぽい。あ、同じですって。同じなんや。え、絶対さ、外国の方からしたらさ、日本難しいよね。めっちゃ難しいと思う。英語と日本語と、日本語じゃない。英語と、うん、あ、日本語か。あ、英語とカタカナとひらがなと漢字。そうだね。はい。うん、ありがとう。まゆみちゃん。確かにね。カタカナとかだって絶対もう異次元よね。多分異次元ですよね。うん、うまい。シャケ。シャケシャケシャケ。シャケよ。まゆみちゃん、肉まんポーズ。最近風がハマってる。肉まん、アンパン。アンパンさん。アンパンです。あ、肉まんあんま耳があったかい。とってもあったかいです。あったかいです。かなたさん、まゆみちゃん、はい。おふう、おふうです。不思議なポーズ。かなたさん、不思議なポーズ、不思議やな。マーチンさんが2枚。かなたさん、入れたい。もしこい。ね、なんか覚えやすいあのダンス。入れる入れる、うん。入った。
お茶漬け何が好きですか、ね、だって。え、何があるっけ。ロッカ何があるっけ。ちょ、鮭しか思い浮かばんかも。でも梅は、ああ確かに。わさび、わさび、長谷園のね、わさび茶漬けめっちゃ美味しいよ。食べたい。冬食べよう。めっちゃ一時期好きだった、うん、長谷園の、うん、いっぱい入ってるやつでわさびがあって、うん、本当に美味しい。いいですね、ロッカーさん。わかるって、ね、美味しいよね、あれ。めっちゃ美味しいから大好き。あ、マーチンさん、ありがとう。何、やらかした。うん、指にめっちゃついたことがある。あら、まあまあまあ、チョもいっぱいついてる。だよね、あだちさん、いっぱいついちゃう。アバチさん、コンコンコン。どうもです、アバチさん。お、ニュートンヌ、ニュートンヌ、アバチさん。ウヌ、ウヌ、チホンヌのウヌがついた。いいね。はい、ニュートンヌ、はい。たいすけさん、愛媛で食べたタイ茶漬けもなかなかって。美味しそう。タイ茶漬け食べたい、ね、うん、タイ茶漬け食べようよ。食べたい、うん、どこにあるんだろう、どこにあるんだろう、どこにある。ニュートンヌ、たいすけさん、多分俺ですって。お、え、ニックネームとか聞いた方多い。一緒に食べましたね、そういえば。タイ茶漬け、そう、なんか福岡。ひどい。なんかひどい女ですね。タイ、あれめ、あれタイ茶漬けか、あれタイでしたよね。ラフティさん、あれめっちゃ美味しかった、めっちゃ食べたもん。コウコちゃんと、うん、チオで福岡。あ、シャーラララララ、シャーラ、はい、あれめっちゃ、あの美味しさ一生忘れれんってぐらいめっちゃ美味しかったよ。マジで、うん、ちょっと忘れてたけど。タイ茶漬け有名な、でもそのお店がちょっと有名っぽくて、うん、めっちゃ美味しかった。あとね、天ぷらもねあって、そのお店に。へえ、ありがとう。たいすけさん、たいすけさん、あ、ジャケタイ茶漬けの話したん。そう、ああ、たいすけさん、いや、わかんない。美味しかった。あ、ワラフティさん、ワラフティさん、やっぱりぎっくり、ぎゅーっと抱きしめて。あ、ワラフティさん3枚、うん、そうだよ、って言うね、ワラフ言う、オラフだよ、ギュッと抱きしめて。今モノマネしたの聞いてたよ。どうだった。うん、さあ聞いてました。あ、即答で罰作られた。ひどい、ひどい。オラフって可愛い。味方がいない。みつくん、ミツくん、ありがとう。味方になるよ。ミッションさんが、3枚。ミツくんさん、ミッションさんが3枚。一番好きな肉の部位。どこだろう。最近焼肉行ったよね。行った。あれがめっちゃ美味しかった。なんか壺に入っとったやつ。壺焼きカルビじゃない？あ、それかも。ハラミとカルビがあって、うん、どっちがどうかちょっと分からず食べたんですけど。え、あれはカルビ、あれはカルビ。え、でも 2回頼んだのはハラミ？そう、2回頼んだのはハラミ。どっちが美味しかったか忘れた。でもどっちも美味しかった。確かに、うん、タン、タンが一番美味しいよ。タン美味しいね。ミッション、ミッション、ちょっと
あ、ミシュウペイのポーズが来たよ。おう、シュウペイです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 。コリコリだって。何が？パン？ V、 V 知ってる？コリコリって部位があるの？うん、らしい。知ってますか？うん、本当にある。わかんない、嘘かもしれない。嘘かもしれない。パンしか勝たん、プップ。パンしか勝たん、プップ、プップ。どういうこと？え、パンしか勝たん。あ、そういうことか。おやじギャグじゃん。それはプップだな。そうだよ、電化解散。みーちゃん、シュッペです。電化解散。タンはネギ塩タンが美味しいよね。うん、美味しかった。ネギ。あ、電化解散。やっと。お次は、あ、また電化解散。シュワッチ。ね、シュワッチ、これあれだ。ウルトラマン。ウルトラマン。猫。ウルトラ。マイラは猫なので。そうですよ。でもジホちゃんはなんか猫か犬かって言われたら犬っぽい気がする。超パンダって言われる。あ、パンダだ。違う。あ、パンダだ。アライグマ。うん、そんなんって言われる。ふーちゃんは、うん、ミーアキャット。ミーアキャット、キツネとかって言われる。うん、確かに。リーヤ、いいやん。赤いキツネと緑のタヌキだ。いいじゃん。うん、ふーちゃん生クリームどういうことやねん。どういうことやねん。電化解散。怠け者はちほちゃんだよ。超なんか面接の練習みたいなさ、高校のあれで校長先生との面接で、うん、自分は何だと思いますかってやつに、うん、怠け者って言ったら怒られた後で、うん、なんで呼び出されたんだよ。なんでなんか受かる気がないのかみたいな言われた。そんな言われてもそうだよ、本当に思ってるから言ったのに。確かに。なくなっちゃうで。リュウヤさん、ハート。とってもきな恋をしよう。ふたちょうふうさん、ありがとう。校長先生の前でやるんとか。そう、中学でなんか学習の時間みたいなやつに3人ずつぐらいで校長先生の部屋行ってやるんです。そんなの無理。そうだよ。どっち欲しいか。あの行ったあの日を覚えてる。受験はもう受験の思い出とかないな。でも確かに受験したっけ、ちょうちゃん。したよ。したわ。2個受験しました。あー、みんなか、私立と公立。うんうんうん、ふうもした。あとストネマンさん、あれ行きたい。なんかちょっと怖いスポット。ちょっと怖いスポット。うん、心霊的な。霊、やだ。なんか高校のさ、うん、トンネルとか行ってみたい。なんかこれでさ、それで言うとね、うんうん、兵庫行った時に、うん、あの宝塚のサービスエリアに行ったんやけど、うん、そこでなんか宝塚のサービスエリアからなんかどっか行くまでの道がめっちゃ怖くて、うん、もうやばかったの。車で行ったんだけど、うん、もうね、絶対出るって感じだった。出てたと思う。怖いね。え、バイト1個もないんよ。え、
そりゃ怖いね、うん、急に大阪、うん、兵庫県、うん、ラッコーのミッチーさん、あっちゃん、私遅い、もしかして、うんうん、遅いですか、いい感じ、そんなことない、うん、あ、これダッチューのやってるやつだ、そうダッチューのスイートスピリットさん、でも夏じゃないもんな、うん、死んで、今年は怖い系何もやらんかったな、なんか怖い動画とか見んかった、ね、ダッチューの、ね、ありがとう、ね、うん、ゆさまこさんが2枚、ゆさまこ、ゆさまこさん、うん、ゆさまこ、ありがとう、あ、2枚だね、みさなこ、アンパンマン、みさなこ、夕済みの季節やね、あ、このチェキめっちゃ好きっすよ、あ、言ってたね、見て、うん、ありがとう、チョスさん、チョスさん、ズッキュン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 、エビ中、あー、ズッキュン、ズッキュン、私未確認中学生 EX、 いい、エビ中さん EX、 ホモルさん、ズッキュン、チョスさん、ありがチョス、ありがチョス、ありがチョス、トモルさん、ありがチョ、イケメンポーズです、トモルさん、ね、これワイルドだぞ、ワイルドだぜワイルドだろう、ワイルドだろ、そうだ、惜しい、これワイルドだろうポーズですよ、そうだった、ワイルドだろうポーズでした、うん、間違えたわ、ワイルドだろう、間違えた、なんだっけ、どこまで行ったっけ、オレアさん、うん、はい、オレアさん、オレア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 、オレだ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 、あ、それださっきから語尾が違うことが多い、それな、うん、ヒッキーさん、ヒッキーさん2枚、オレアさん、ニアピンすぎる、ほんまや、ヒッキーさん、オレアさん、オレだ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 、ありがとう、似てるよ、嘘、似てる、あんまり嬉しくないけど違う、なんか何言い方、声じゃなくて、うん、ヒッキーさん、はい、はい、ヒッキーさん、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ヒッキーさん、ありがとう、ヒッキーさん、うん、ありがとう、フチホ好きだって、イエイ、フチホ押してケロ、ね、フチホどうやったらもっと上に行けるか作戦会議しよう、じゃあいいね、うん、どう思いますかスタッフさん的にすごい、水美味しいなじゃないんですよありがとう、ふさんだよ、さん、なんですかね、どうしましょうか、でもフーチホー MV 作ったやん、うん、そんな感じでなんか自分たちでいろいろね新しいことをしていけたらいいですね、確かに自分たちで発信していく、うん、いや、ふらさんだよ、セルフプロデュースフーチホー、ね、ちょっと水飲まん、
あ、水飲もう。ほんまや。かぁ、うましい。ケーセティンさん、1枚。ケーセティンさん、おいしい。うん、おいしい。で、セティンさん、たん、お待たせ。ね、このぐらいの時間の人は結構お待たせしちゃってるのか。確かに、ね、お待たせいたしました。お待たせいたしました、うん、続きまして、リエ、イエさん、イエ、イエ、イエ、OK、セティンさん、ありがとう。うちは尊い。嬉しい。嬉しいね、それは。ね、尊き。みえ、いえさん、いえ、いえ。続きまして、おうやんが3枚。ナマステ。いえ、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 ありがとう。おうやん3枚。ピース。出なくて不安になってきたわ。だって、あ、あるよ、出てくるはず。きっと出てくるから待っててくれ。じゃあ何の話する？じゃあ、今年中にやりたいこと。なんだろう、なんだろうな、なんだろうな。おやん、難しいね。難しい、なんだろうな。なんだろう。じゃあやっぱ変えよう。いいよ。なんだろうな、おやんさん。たかふみさん。じゃあ皆さん、トークテーマをお願いいたします。ソロでできる。おやん、フーチホ表紙グラビアだって。やりたい、やりたい。フーチホのグラビアね、1回しかやったことないんですよ。そう、何気に、何気に。もっとやりたいよ。やりたいです。フーチホの曲もね、いただいたのでね、作っていただいたので。やりたいです。スプネさん、かかふみさん、アゴキャッチされてるやつ。つくねさん、つくね好き。つくねさん、今日もつくね好き。チーズつくね食べたい。美味しい。チーズマンやな。いや、ほんまチーズつければなんでもいいと思ってる人間なんやな。うちもんじさん、つくねさん、いつもありがとう。焼き鳥屋さん行くん？あ、でも焼き鳥屋さん行ったことないかもね、二人で。行きたいって言ってさ、一回も行けてないんですよ。行けてないね。フーチホハマったらそこばっかり行く癖あるよね。え、ほんまにそれ。一時もつ鍋めっちゃ行ってたり、一時しゃぶしゃぶめっちゃ行ってたり、一時お寿司めっちゃ行ってたり。簡単な女たちなんですよ。そう。単純なんです。単純な女、安上がりな単純な女たちです。そうです。庶民派ですね。だがそれが幸せ。ね、結局ね、そういうのが自分たちの下にあってる。そうだよ。フーチホの楽しみだねって。ね、チョウちゃん来年だ。来年みのりさん。あ、そっか、来年まだか。あの、でもあと1年ともうちょっと半年ぐらい、年くらい。うんうんうん。やっと、ドキドキする。ね、楽しみ、一緒に飲もうね。うん、楽しみだね。うん、2022年飲める。2022年。みなるさん、やっくんさん、ありがとう。
よっくんさん、続きまして、WO さん、よっくんさん、ありがとう。いろんなとこ旅行したいね。でもしたい。大谷さん、WOさん、いつもありがとうね。お大谷さん、大谷さん、顔続いて、ゆうやくん、大谷さん、ガオガオ、ありがとう。ゆうやくん、これ踊りたくなる。いないいない、もうここ完璧やから。ここのこの辺りがイナーバーバーする。あ、ほんまや。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。いい体操です。いい体操、国の体操になった。ひやくん、ありがとう。フーチホー、ありがとうございます。くにひろさん、ワンコロ、一着さん、ワンコロ、一着さん、ありがとう。一着さん、ありがとう。いつも楽しませてくれてありがとう。風中公演があったら絶対行くだって。わお、嬉しい言葉だ。嬉しいお言葉です。なおさん、お客さん、ラブ注入ですね。なんか なおさん、猫です。猫、猫だよ。続きまして、大木奈々さん、あ、これ千穂ちゃんが可愛い。え、嬉しい。なんて嬉しいんだ。なおさん、にゃん。ナナさん、え、多分ナナじゃない？ナナさん、あ、ナオって書いちゃった。ナオって書いてる。やばい、あとミスっていいのは2枚だ。違うわ。あ、そうだ、間違えちゃった。笑ったって。そう、ひらがなね、難しいからね。ひらがなが一番難しいね。大木奈々さん、ごめんね、奈々さん。奈々でもいいよって。いやいやいや。あ、ああ。シャララ、シャララ、シャララ、ラン。ゆいさん。はい。結構疲れるね。そう、キレキレやからね。ダンパンダさんが3枚、秋奈々さん。で、地方単位もそうだよ。秋奈々さん、ありがとうね。
ドン、パンダ。え、結構いるんじゃない？和歌山にもいるのかな？マリーナシティみたいな。え、広島にもおらんけ？いる？ちょ、幼稚園で見に行った気がする。あ、和歌山ひろくん、そう、わからん、レッサーパンダかも。マジか、それは結構違うぞ確かに、どっちだろうな。あ、広島にはいないってコメントが来ちゃった。あら、あ、神戸におるって。アドベンチャーワールドにたくさんいるって。アドベンチャーワールドって何県？和歌山のアドベンチャーワールドという場所がある。王子動物園にもいるよって。え、見に行きたいな。ゆういちはちいちさん、ドン、パンダ、トン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 、ありがとう次はあべっこひろくん。あわっこ、あわっこ、あわっこか、うん、福島だ。ゆういちはちいちさん、こんにちは。ゆうちゃん、桃太郎、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。何それ、嘘、うん、続きよ。え、初めて聞いた。ありますよね、続き。桃太郎の知ってますか？なんだっけ、続き忘れちゃった、うん、でもあげましょう、あげましょう、私についてきなさいなみたいな。違うかも。でもあげましょう、あげましょうなんだよ。君団子でついていく？ん？きびだんごでついていく？きびだんごでついていかないよ。そんな簡単じゃないんだよ。簡単じゃないんだよ。人生はきびだんごでついていくほど簡単じゃないんだよ。なんだったらついていく？なんだったらついていくだろう。アイスクリームだったらついていくかも。確かに。サーティワンならついていく。あ、絶対行くわ。サーティワンの商品券とかは絶対行くない？ついていく。簡単やんって簡単じゃないですよ。簡単じゃないですよ。31カズ兄さん、あんまりテンポないから。カズ兄、カズ兄さん、ヤポン、ポン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 、イグジットさん、ほんまや、ちょろいってカズ兄、やっぱ、え、おりやん、みんな結構みんなちょろいんだな。簡単にね行くんだよ、うん、いや、ポンポンポン。続きまして、あ、これふーちゃんも言ってたなんか言いたくなっちゃう、ね、ポンがついてると。ポン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 って言っちゃいたくなる。ほうじさん、泣きそうの中押しながら、ごめんね、ほいほい、ほうじさん、しんさん、 S-I-N、コウジさん、ありがとうね。シンさん、ありがとう。いいね。トウコ
ちゃん。コウコちゃん？トウコ。トウコちゃんか、うん、似てる。シンさん、トウコちゃん、ありがとう。こんにちは。シンさん、ありがとう。続いて、テンポイントジュニアさん、2枚。ポーポちゃん、テンポイントジュニアさん、テンポイントジュニアさん、なんかお腹空いてきたね。テンポイントジュニアさん、おしゃれだ。ダダダダムドさんが3枚。プチプチだだだ、星さん、だだだだだ、おない、えのだだ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 、まっすぐよいな君だよ。クリのフラペチーノしか何、そう、それと肉まん食べたよ。めっちゃ美味しかった、フリーね、飲んでたよね、スタバの。めっちゃ美味しかった。超も飲みたい。え、大学芋は飲みに行こう。楽しみ、大学芋が始まるの。やばいよね、うん、ダンボー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 、うん、2枚、いや、3枚、あ、3枚、ありがとうございます。もう肉まんって美味しいよね。ありがとう、ダムドさん。ダムドさん、忘れちゃった忘れてもたよ。勝則さん、勝則さん、4、これ何の4だっけ、何だっけな、あ、5年後に話す4、うん、これ5年後に話すよ。あ、5年後に話すよ。勝則さん、5年後に話すから5年後聞きに来てね、うん、続きまして、タイガさん、タイガ、勝則さん、プチホーほら、タイガな、大学芋めっちゃ甘いよって、うん、スタバ、うん、大学芋楽しみ。タイガさん、名前登録忘れてた、うん、名前登録忘れてる方結構いた。なかやんさん、ふちほ、ありがとうございます。ありがとう。あ、大切にします、嬉しい、大切にしてね、なかやん、なかむさん、なかむ、なかやん、
いほー、食べてる。切り取りさん2枚、中のやばい、ありがとう。切り取りさん、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 あ、やっと。ありがとうございます。なんだっけ、次だ。あれどこまで行った？達也さんが2枚。達也さん。いつ呼ばれるか出てきてね。かつやさん、ありがとう。ふうとちほ、いい感じです。仲良い。いい感じよね。うん。チェキってめっちゃいいですね、やっぱり。続きまして、よしいちさん。かつや、これいいね、すごいラブラブな感じ。それな、ね、それ良きよね、うん、いちゃこら、いちゃこら全部お気に入りのチェキたち、よしいちさん、ありがとう。セピア感というか懐かしい感じ。確かに隊長さん、よしいちさん、これチョウがなんか多分笑いこらえててニヤニヤしてる何個かあるよね、笑いこらえて、そうなんかお話ししながら撮ってたからね、笑ってた。お待たせしました、お待たせ、お待たせ、隊長さん、はい、うちほやでー。続きまして、シエスタの花さん、はい、ちょありがとう。シエスタの花さん、あ、すごい、お花、お花ポーズしてる、ちょうど、うん、お、ほんとだ、花さんにお花が、そう、花さんに花ポーズ。あ、言われたって。続きまして、リュウジさん。かっこいい感じ。ま、感じすごい、うん、ほんまやね、うん、ちょ、間違えてルイージって呼んだことあるの、この人のこと、ルイージー、そう、でもそういう、そうも読めるやろ、うん、ね、ルイージー、ひらがなのタイガさん、ひらがなのタイガ、うん。
続きまして、アグネスアット香港さん、ひらがなのタイガさん、ありがとう。香港、マリオ、ありがとうございます。アグネスさん、ダンス可愛くない？あ、可愛い、ね、レトロな感じ。ダンス全部可愛い。5枚目の関連のやつ、ね、うちらのもね、うん、めっちゃ可愛い。可愛いですか？可愛いですよ、ね、もっと披露したい、ね、続いてジャッキーさん、うん、まだ1回しかやってないので、ね、アグネスさん、いつもありがとう。あ、ヤホーでヤホー、ジャッキーさん、ありがとうございます。ジャッキーさん、続きまして、たけしさん、ありがとう、トントン、ありがとう。たけしさん、フーチホの顔がぶつかりそうなとこまで行く。あ、どこだっけ。あ、チュッチュだ。あ、そう、チュッチュだ、うん、サビのところめっちゃマネタン好き、うん、めっちゃ好き。トシさん、たけしさん、ありがとう、うん、トシさん、めっちゃいい曲全部ね。にゃんこさん、なんか楽しい話しよう静かになってきちゃった、うちら。ほんまやな、楽しい話しよう、うん、何する、しりとりする。いいよ。あ、じゃあキュンとさせるしりとりしよう。あ、いいよ、イケメンしりとり、うん。じゃあ何、思い出せる声しよう、の、うから、う、う、どっちから言う？え？じゃんけんの負けた方からしよう。最初はグーだけ、はい。あー！カモン！待って。え、待って。パフィンさんですよ。うー。やんこさん。やーん。う。う？うわ。なんて綺麗な瞳なんだ。だ。いいね。いいかな。いいじゃん。だ、だ。だ。ダイヤモンドみたいな輝きの目。目大好きすぎんか。ちょっと下手だね。うん、目だよ、次。目？うん。目。あ、目がクラクラするぐらい君が愛しい。いい？うん。いい。ひできさん。いっぱい食べる君が好き。き？うん。君と離れたくない。またいいや。いいばかりになる。いい。いつもいっぱい笑わせてくれてありがとう。う？うん。パフィンさん。う。う。う。やばい、ウルトラソウルしか出てこない。やだ、キュンとしない。うでしょ？う？うん。ひでき。ゆのさん、ちほ、ゆのさん、う、あ、わかった、うん、生まれてきてくれて、う、難しいね、う、
ひ、うん、君とだったらどこへでも行けるよ。おお、ふーちゃんうまいね。ふー、男目線うまいかもしらん。なんだっけ、よ。そうだよ。よ、よ、よ、よ。忘れてた。そう、反射神経やから。はい。へえ、よ、よ、よ。よー、何がある？石川さん、よー、よだよ、よ、よ、ゆなさん、よ、あ、よじゃない、よー、あ、よ、よ、また会ったな、好きだよ、はい、軽っ、こんなチャラい人なの？うん、チャラい人これ、オッケー、うん、好きだよ、うん、え、よ、長谷川さん、ありがとう、よ、よ、あ、夜中だってなんだって、迎えに行くよ、あ、よだ、迎えに行くぜ、行くぜ、ぜ、前でだよ、ぜ、ぜ、あ、ぜ、あ、でもぜいい、ぜいい、和彦、リハビリ中さん、ありがとうございます、ぜぜぜ、どうよ、うん、和彦くん、リハビリ中さん、ありがとう、あ、いいね、ちょっとコメント欄の、あー、ごめん、せこい、絶対君を離さない、いい、うん、絶対君を離さないいいか、続いてマキさん、なんだろう、いい、マキさん、ありがとう、マキさん、いい、いい、マキさん、あ、すごい、いつまでも一緒だよ、あ、かわいい、ケンケン3枚、よ、よ出た、よのループ、よ、ケンケンさん3枚、よ、待って待って、妖精みたいでかわいいね、おお、かわいいね、うん、かわいいね、ケンケンさん、ありがとう、妖精みたいでかわいいね、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 あ、いいじゃんこれ、ね、好き、あー、おー、いいね、やっぱシンプルイズベストですね、うん、ほんまや、妖精とかいらんねんケンケンさん、あ、ヘキレキ一戦出たよ、うん、ヘキレキ一戦、何それ、あ、すぐ忘れるじゃん、そうだそうだ、人気なきじゃなくてなんだっけ、鬼滅の刃だっけちゃんとでも全部読んだんですよ、本当に、本当でお風呂で読んだ、テキレキンさん雷向け、ケンケンさん、テキレキンさん出ました、1枚だけ取ったの、テキレキンさん、ケンケン、続きまして、トリさん、え、ケンケンさん3枚書いた、書いた、あ、トリさん、好きよ好きよ好きよ、あ、どこまで行ったっけ、なんだっけ、あ、ねえ好きだ、ねえ好き、あと、き、あ、はい、君のことが大好き、君の尻尾が大好き違う、尻尾って言った、君のことが、あ、君のことが大好き、そうですよ
うん、トリさん。だから、それ見て。君のことが大好き。あ、気持ち悪くなるぐらい愛してるよ。やだ。なんで？やだよ。重い愛じゃん。愛が重い。でもいいことですね。そうだよ。トリさん。なんだっけ、気持ち悪くなるぐらい愛してる？うん、そうだよ。る？タカラさん、ありがとう。る？タカラさん、つっくん、あとおふうあいさん、嬉しい、おふうあい。タカラさん、ありがとう。る？る？ルルルルルルルテスコーレアルル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 テスコの部屋。テスくん、ありがとうございます。これです、私のパンは。ほんまに言ってる？うん。テスコの部屋、これ好きな人に言われたらめっちゃキュンキュンする。そうでしょ、絶対嘘だ、絶対嘘だ。スリケンさんが2枚。ツッくん、スリケン、ジェフもルーってこと？やった、うん、そうだよ。ルーむずい？あ、わかった、ルームシェアしよう。おお、なんでやねん。人それぞれ、そう、人それぞれだから。スリケンさん、よっか、じゃあ、うん、うん。あ、予約しといたよ。あ、嬉しくない？予約しといたよ、嬉しい。ね、またでいいよ。嬉しい。スリケンさん、本当。確かに。何をやねん。何をかというと、お肉、お肉、お肉、うん、お店とかね、お寿司とかお肉とか予約しといてくれたらなんかめっちゃ嬉しいかも。逆にちょっと予約しといたよ。よ、ニコニコちゃん、よが多くなっちゃうね、うん、予約しといたで、予約しといたで、予約しといたで、なおゆう続きますけど。でもむずい？あの、でいけるやろ。で。でも。でも？でも。でも諦められないんだ。うん。やったー。今拍手喝采が起きました。拍手喝采、みんなスタンディングオベーション。誰もスタンディングはしてない。なんだっけ、なんて言ったっけ。わがめちゃきたきた。でも君のことが好きなんだ。うん、だって好きなんだもん。いいね、うん、だって。あ、運になった。あ、負けた。あ、やってもった。あー、ピンアイ勝ちました。絶対使い方違うから。そう、けんあい。ひろのりさん、なおゆうさん、うん、勝った。負けた。おわたがよろしいってね。おわたがよろしくて、おわたがよろしくて、おわたがよろしくて。なおゆうさん、ありがとう。嬉しい。ひろのりさん、負けた。そうだ、これしりとりだったね、そういえば。そういえばね、うん。続きまして、花之助さんが2枚。これなんて読む？ひろのりさん。ひろのりさん、うん、ありがとう。難しい感じだね。ありがとう。花之助さんが2枚。花之助さん、あと30分ぐらいなのって。開花。え、
何が開花したの今一体。今花の好きさんやから。あ、お花。うん、花かっぱの春夏秋冬朝昼バーンバーンバーン、あれのバーンのね、インパクトの大きさすごいよね。ね、うん、花の助さん、ありがとうございます。朝昼晩って書こう。いいね。朝昼晩、朝昼晩。続きまして、ひろとさん、1枚ひろとさん、わっしゃーい。大ちゃんちゃんのまねイエイイエイイエイ、わっしょーい。ふーちゃん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 、ふーふーふー、わっしょーい。いいですね。花の助さん、ありがとう。なおくんが、3枚ありがとうございます。嬉しいぜ。なおくん、あれこれふーちゃん映ってないじゃん、今日の。本当だ。でも最初設定した時映ってたよね。私が前に飛び出してるのかもしれない。もう書くのに必死でさ。確かに。こういうの映ってる。うん、こういうの映ってる。うん。まる。このまま呼ばれないかもって。そんなことはない。そんなことはない。誰かな？ひろたさん。なおくん。ありがとう。3枚。よきまる。なおくん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 、なおくん。なおくん、ありがとう。君がいなくても。なおくん、ありがとうございます。キュンです。キュンです。ポケットからキュンです。キュンです。あ、え、何落としたの。落とすのはついたかと思った。キュンです。キュンです。ついてなかった。うん、うん、よかった。なおくん、なおくんがくれたキュンです。キュンです。でもみんなにあげられなくてシュンです。シュンです。でもこれはね、あげれるからキュンです続きまして、たなちゅうさん。キュンでしたか。こうたなちゅうさん、キュンです。たなちゅうさん、キュンです。ハマってるやん、うん、そうだよ、そうだよ。キュン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 。どうして、はい、はい、シュバーン。たかのんさん、たかのん。たなちゅうさん、たな、たのん、ちゅん、さん、ちゅんです。きゅんです、また言っちゃった。きゅんです。あ、また言っちゃった、ありがとう。はい、ふっ。たかのさん、たかのさん。続きまして、たつひこさん。買いたいよ、たつひこ。続いて、たつひこさん。たつひこ、たつひこ、たつひこ、ありがとう。みかん、売り切れてて旬です。だって売り切れてて旬です。ね、またいつか会ったらキュンです。キュンです。いつかありますか。キュンですですか。キュンですですか。シュンですですか。ううう、ああ、キュンでした。こっちからのここでした。じゃあいつかキュンです。ひこさん、本名呼ばれた。渡辺ゆうすけさん。渡辺エンターテインメントのゆうすけさんですか。ちょっとそれ面白いね渡辺ゆうすけさん、ありがとう。はしひこさん。
渡辺さん、ありがとう。ありがとう、とつラーメン。これ何ポーズだったんやろ、丸。ね、覚えてないよね。ね、丸を作ろうってなったんかな。うん。まるっと。まるっと。あ、ニコライさん。うん。渡辺さん、ありがとうございます。なべちゃん。ありがとう。ニコライさん。ニコライさん。ありがとう。続いて、としひこさん。としひこさん。うちほやね。ニコライさん。ニコニコがっくり。ありがとう。ニコライ。としひこさん。うん、ありがとう。大阪在住のふみあきさん、一緒やん。ワイスんでへんけど。まさきさん、ありがとうね。とってもとってもありがとう。これなんかすごいね、これがあるとは思えん。ほんまよ。人気ない？うん、あるよね。ふーちゃんかわいいな。あの道のまさはね、大阪在住のまさはきさん。そう、さっきから自分の個人情報を名前にしてる人多いね。さらしていくスタイルが流行ってるね。うん、住んでるとこ教えてるもん。そうそうそう、教えてくれてる、うん。尾道行きたいね。行きたい、めっちゃ言ってたよね。行きたい。え、なんかそれちょっと違うね。もう9月中に行こうね。8月中に行こうね。うちほんのさ、まずさ、あれを撮るとか言ってた時、うん、あ、そう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 、尾道候補だったね。そう、尾道候補に入ってたんですよ。結局ね、ちょっと宮島も候補だったんですけど、雨がね、うん、雨降っちゃって公園尾道の正文さん、お風呂しようって。大阪在住の正文さん、尾道絶対行く。好きやで、好きやで、大きいに好きやで。あ、言ってみ。好きやで。あ、かわいい。あら、かわいい。じゃあ好きじゃけは、好きじゃけ。他は何がある。好きなそう、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 好きちゃん、好きちゃん、水筒よ、水筒よ。あと何があるっけ。東北の方がわからん。好きばい、あ、福岡か。好き、効果多くない？多い。好きっちゃう。羨ましい、うん。東北の方は何ですか？思い浮かばんね。好きなんよ。君のことが好きなんよっていうね。あ、好きだっちゃ。好きだっちゃ。あ、好きだべ。好きだべ。あ、スイートット福岡。うん。としゆきさん。花道のまさふみさん。おいでませ元気さん。あのみちゃん、さみさん、ありがとう。はい、しんきさん、よし。東北はダベって、あ、そっか、好きダベ、ダベ、好きダベさん、入れますね。しんきさん、好きダベさ、好きダベさ、入れます。元気さん、大阪の F 雄一郎さん、あ、このゆういちろうさんも、うん、大阪住みだ。ほんまや。あげます。元気さん、とてもありがとう。広島のあれわからんかった、タワン。あー、でもなんか他のメンバーもめっちゃ言ってた、タワン使った時に。そう、みんなわからんって言ってる人いっぱいいた。タワンって届かんとかだよね。そう、手がたわんみたいな。そうそうそう、手が届かんって意味で使う。ケン、ケンスリーさん、あ、見て、変顔来たよ。変顔、あ、それ写真撮りたい、ね、あ、撮れたい。撮っといてください。これ、これだけ保存よ。これレアな写真だからね、うん、ケンスリーさん、大阪の F 雄一郎さん、シ
最近ナイスありがとう。ガオス、ありがとうございます。ワナタンさん、ケースリーさん、ありがとう。ガオありがとう。ワナタンさん、かわいい名前。ワナタン、ワナタン、ワナタン。続きまして、フジヤンさんが3枚。フジヤン、ワラタンさん変顔。フジヤンが3枚で4。やっと来たって、お待たせ。ほんまお待たせよね、この時間の人多分。3枚書きます。フジヤン、ありがとう。紙イベントだって、嬉しい。フーチホでイベント、こういうのまたしたいね。やりたい、フーチホでまたやりたい、うん、やりたい、やりたい、お願いします。フジヤン、おお、今、うん、いいペース。あらま、なんてあら、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 うん、あ、あラララララ、あ、パンゴチさん、あ、よいしょ、もう忘れてしまってた頃だ。じゃあちょっと急ぎで行きましょうか。イエーイ、ありがとうね。フジヤンありがとう。続きまして福岡のカエルくんが2枚。2枚だ、ありがとう。福岡アットマークカエルくん、フジヤン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 のケーキ食べたい。フジヤン食べたいね。うん、あんま食べたことない。あ、ペコちゃんのとこやね。そう、うん、ペコちゃんのほっぺが売ってるらしい。え、アンパンマンやん。そう、そら食べなきゃ。最後かなって、全然結構まだまだですよね。何でしたっけ、あの福岡弁でバリみたいなやつ、デラみたいな、なんだっけ、バリーが、バリ、え、なん、バリじゃない、なんかバリじゃないやつで、福岡のめっちゃみたいな意味、バリでしたっけ。え、なん、なんか、あ、チカッパだ、チカッパ。あ、チカッパ、チカッパ、これ福岡だからチカッパって書こう。チカッパ水筒よって言いますよね。ほんまに使うんですか。使わん、チカパは使わない、水筒屋も使わん、チカちゃんは使う。あ、使わん、うん、じゃあ好きってなんて言うんですか。好きって、悲しい、悲しい、好きちゃんか水筒屋がいい、チカパ水筒屋、うん、ありがとう。福岡のカエルくん、次は哲夫さん。ふーちゃん、ふーちゃんのつってさ、し、それ本当に言われるの。さっきからさ、読み方が難くて、ふーちゃん、しじゃないですか、どう見ても。じゃあ、そとか読まれるんですよ、ふおきちゃんと一緒って、おきと一緒、違う、書けないんですよ、つとしとその違いが分かんない、うん、私もこれ見たら分からん。どうも、これは哲夫さんです。そう、哲夫さん、ごめん、ふうの字が下手なんです。
ゆうちほん、ちかちゃん、ちほ、ありがとう、てつおさん。カタカナむずいね、日本語難しいよね、やっぱり日本語むずいよね。としきさん、ゆうちほ、ありがとう、ちかちゃん。ダブとしきさん、なんかね、難しいよね。うん、なるみさん、なるみさん、ちかちゃん、ありがとう、うん、あ、としきさん、よし、なるみさん、ありがとう、嬉しい。なるみさん、続きまして、まさしくん、ありがとう。お、なるみさん、ありがとう。ぶい。あおう。めっちゃお腹鳴ってるわ、今。うそ。グワングワン。出た？え、結構前に出たよ。うそ。出たよ。あら。あら。そう。ベートーベンさん。ベートーベンさんのグワングワンのね、ポーズやってた。そう。なるみさん、ありがとう。ナンバさん。ナンバさんかな、まさしくん、ガオガオくん、ありがとうございます。ナンバさん、とても傷つかないけど、柏木まさきさん、柏木まさき、ナンバさん、いつもありがとう。ふーちゃん、久しぶり久しぶり、ありがとう、お待たせしました、ありがとうね。続きまして、ババッチョさん、ババッ、私ババ抜き得意ですよ。ありがとう。ババ抜きってなんだっけ、あの二つ一緒になったらなくすやつ？そうそうそう。ババを抜くやつ。そのままやん。ほんまやん。やりたい。ババ抜き好き。うん、続きまして、鳥取太郎さん。ババッチョさん、ババッチョ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 、あれやりたい、真剣衰弱、なんだっけ、あの4枚のカードに出すやつ、違う違う、同じ面を探すやつ、違いますっけ、え、なんだっけ、あー、2枚一緒だったらいいみたいな、あー、うん、やりたいね、うん。鳥取太郎さん、ありがとう。ゆたろうさん、ありがとう。ヤギちゃん、なんかこの風地方のこの辺の今のやつさ、うん、なんかかっこよくない？全部なんかジャケシャっぽいよ、ジャケシャっぽいよね、座ってるやつジャケシャっぽい、うん、とったゆたろうさん、ずっとありがとう、ありがとう、ヤギちゃんありがとうございます、ありがとうございます。ヤギちゃん、ニャタロさん、ニャタロさん三枚、ヤギちゃん、ヤギなの？ねえ、見えた、ねえ、ニャタロさんが三枚、ニャタロさん三枚、ありがとう、ニャ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 タロ、うん、いらっしゃる、ありがとう、いい、いや、思い出すよ。やたろさん、やたろさん、猫かな、猫なんだよきっと、前世は猫だ、自分の前世なんやと思う、ふう、ミジンコなんで、いや、もう人間にはなれない存在だったと思う、
でもそれミジンコの時にすっごいすごい頑張ったんだよ、うん、だから人間に昇格できた、うん、そういうことか確かに、じゃあ、うん、前世犬がいい。なんで？なんか楽しそう人生。確かに。でもこの間猫か犬がいい。なってみたい。後世でもいい。後世は、うん、木とかがいいな。もうあなんか木になってずっと同じ、でもずっと同じ場所だよ。斉藤亜紀さん確かに。やたらさん斉藤亜紀さんありがとうございます。輪廻転生あると思う？輪廻転生って何、うん、なんか、うん、転生するんだよ魂が。あ、自分の魂のままそう木になるってこと？そうじゃない？そうですよね、輪廻転生って。信じますか？信じない？でもなんかさ、赤ちゃんの頃とかさ、うん、その昔の人の記憶がある人とかさ、テレビでやってたりするよね、たまに。いるいる、生まれ変わりって、意識あるのも魂が塗り変わる、うん、そういうの好き。でもうん、回答14123、14123ありがとう。回答キット、回答キットはかっこいい。うん、うん、2枚だ。3枚だよ。3枚か。今からもう1枚いきます。なんか転生とか占いとか好きだな。占い好き、ね、占い好き、魂魂好き、ね、って感じ。占い1回行ったよね。1回だっけ？行った行った。何回か行った？2回行ったわ。いや、うん、1回だ。1回。じゃあもうお年玉の時期になったら毎年行くの。お年玉握りしめて握りしめて。そう、魂ありがとう。3枚ってね。今年行きたいな占い。めっちゃ早いですね。今日も行った、ね、うん、でもなんて言われたか何も覚えてない。てかおみくじとかもなんか毎年引くけど毎年覚えてないよな、この時期になると。わかる。君ありがとう。私の忘れてた。たなしさんよっ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 。ありがとう。たなしありがとう。続きまして、ハローサンタさん。早い早い、気が早い。ハローサンタ、ハローサンタ、メリークリスマス、メリークリスマス、あなたからメリークリスマス、サンタコーセントメリークリスマス。私のクリスマスは何だっけ？お話し会だっけ？あ、そうだよ。24がお話し会よね。うんうん。25は何もないのか。もうなんか入りそうだよね、わかんないけど。クリスマスパーティーしよう。したい。何食べる？チキン。チキン？ケーキ。いいね。ツツジ。サチ。筋トレしながら見てる。筋トレはできない、もう。サンタさん。筋トレできる人本当すごいと思う。筋トレ。続いて頑張ってね。ツツジマー君さん。ありがとう。ね、
っちゃ手についちゃってる。ねえ、わかる。めっちゃ黒くなってる。握手会のサイン会の時みたいな。ね、めっちゃびっくり。ありがとう。うん。クリスマスパーティーやりたい。やりたい。ポニタロさん。ポニタロ、ありがとう。ありがとう、ポニタロ。ゆきよさん、チーフォーがかわいい。うん、嬉しい。チーフォーがかわいいやつです。ねありがとう、ポニタロさん。ポニタロ、ゆきよさん。ゆきよさん、続きまして。しんやさん、みきよさん、うれしい。こういうこと、こんな文字が分からんってこと。あ、え、そう、え、それはしだったら分かるんよ。つが分からん。しはし、ね、しは分かるのか。そう、つがしなんよ。あ、そうか、つがしなんだ。そうなんです。トーマさん3枚、嬉しい、ありがとうございます。しんやさん、ありがとう。パッ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 、うん、トーマさん3枚ですね。トーマさんすごい静かになった、この部屋。うまい、あっちが終わったんかな。そうなの、うん、私たちの音、うん、何？トーマさん、ありがとう。いや、このトーマさんって感じめっちゃ美味しそうやない？中華料理にありそうやない？この前が美味しそう。美味しそうな名前だね。麻婆豆腐とか食べたいですね。中華。続いて平田くん。平田くん、トーマさん、ありがとう。トーマさん、ありがとう。まうん、麻婆豆腐、確かに麻婆豆腐の麻ですね。めっちゃお腹鳴った。うそ、今あら、鳴らせていきましょう。平田くさん、続きまして、りょうへいえ、りょうへいえ、いえ、平田くさん、ありがとう。チェキ届くのが楽しみ、嬉しい。こういうのっていつ届くんだろう。ほんまやね。でも結構この間めっちゃ届いたって言ってた。うちほちゃん、うちほちゃんだよ。よへ、いや、いや、これイエっていうの上手くなりそう。なんかファンの方にさ、ちほちゃんのファンのこといっぱい聞いてる方いるから。確かに、ね、イエ極めてください。よしまるさんが2枚。よしまるさん、あいいね。よへー、いえ、ありがとう、うん、よしまるさん、よしまるさん、よしまりゅう、ありがとう、ありがとう、うん、続きまして、海賊マヤマナさん、海賊ルフィかな。よしまりさん、ありがとう。パンダ、パンダ、ありとけの夢をかき集め、ちょ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 、探すもの、探しに行くのさ。これ何の歌だっけ。あ、ルフィの歌か。いいや。海賊マヤマさん、なんかお兄ちゃんが見よったっけ。めっちゃ見よったね、うん、コンビニ言ってたよ。ポケットのコイン、それと You wanna be my friend。 つねまささん、つねまささん、海賊まやわらさん、海賊なの、
羽交い締めにされてる。そう、捕らえた。これ捕らえられた。これ野生のヤブコを捕らえた。野生のヤブコ捕らえた。レベル低そう。すぐ捕まえれそう。なんだっけ、ゴーリキーが好きなんだっけ。そうだよ。綺麗。結構すぐ捕まえられるの。ね。うん、でも走る姿が可愛いんだよ。そう。笑える、うん、変な子、変な子だよね、うん、ニムメムさん、ツネ、あ、これだよ、このツが死に見えるの。え、ちょっとピンってしてみた、今。違う、そこじゃないの。え、ここピンってしたの。うん、そうだよ。え、見てください、ツってここピンってしないですよね。嘘、しない。つはこの点々が、ま、上なんだよ、縦なんだよ、つ。こう、あ、そう、これ。あ、そうなんだ。でもこっちでも、うん、かわいい。おふうのカタカナ講座、うん、おふうのおふう感がある。違う、ちほちゃんのカタカナ講座。そうだよ、おふう講座してダメ。つぬまささん、ありがとう。これあとのカットだから。ニムメモさん、マヌケさんや。ニムメモさん、ありがとう。なんかカタカナって難しくないですか？ね。そう、でも難易度低めよ。そうか、うん。ミッチーさん、カタカナ。やった、ニムメモさん。ニムメモ、ニムメモ、ニムメモ。ミッチーさん、ミムメモさん、ありがとう。続きまして、ミッチーさん、ミッチーさん、ありがとう。ふわちほ、ギューってしてるやつ。ちほちゃんが笑っちゃってるやつ。そう、これなんかスタッフさんが面白くて笑っちゃったやつね。でもこれちょっとお気に入り、素な感じ。確かに、素の字、うん、マッチさん、マッチ工作さん、わらわら、ありがとう。そこへ可愛いの、この帽子ポンポンついてる、うん、ありがとうございます。ポンポン、うん、マッチさん紛れてる。紛れまくり、紛れまくりで R、 R ガンダム3枚、ガンダム、マッチさんありがとね。すいません。ありがとう。ガンダム、ガンダム3枚。すごい合体してる感じ。ん？見て。あ、本当だ。そんなん撮ったっけ？ね。すごい。強そう。うん。にゃったーん。はい。待ってよーって。シャラララ。シャラララララ。え、ラストシャララ？え？ラストシャララかもだって。嘘、あそこもでも枚数的に頑張ればよかった。勝手に踊ろうじゃん。うん、ブーチポン、ブーチポン、最高だぜ、最高だぜ、フーチホ最高だぜ。フーチホしか勝たん。キノピータン、
ピータン、ありがとう。風知法しか勝たんだって。風知法しか勝たん、風知法しか勝たん。うん息ぴったり、息ぴったり。やっぱり私たちって似てる。そうだよ、うん、一心同体、一心伝心。はんはんはん、ちょっとわからんな、ね、ひのぴーちゃん、しゅんすけさん、しゅんすけさん、ふうちほ、ひのぴーさん、ありがとう。マヤに出てくるやつの名前みたい。キノピオ、うん、それキノピオ。斉蔵さんが2枚、ありがとう斉蔵さん。お待ちしておりました、斉蔵さん、しゅんすけさん、お待たせしました。ありがとう。斉蔵さん、いいね、アップ。ね、そうだね。来るアップ。斉蔵さん、フルーツ欲しいか。ありがとう。あ、すごい。フルーツのカゴ投げてくれてる。ありがとうございます。フルーツのカゴ。うん、いいね、アップ。アップ、よくです。ほんまや、これアップやね。めっちゃアップ、それ。ちゅうが、これ、ふーちゃん操ってるの。にゃー。操りふーちゃん。操り人形。マリオネット。なんだっけ、それ。人形？うん。のぼちんさん。操りふーちゃん。いいだろう。リアジさん、のぼちんさん、ありがとうございます。続きまして、ゆうじーさん、のぼちんさん、ふうちほ、ありがとう。やっと来たゆうじーさん、ありがとうございます。待っててくれて、ありがとう。お待たせしました。お待たせやな、皆さん、すいません。ゆうじさん、ありがとう。あくたさん、好きかい。あくたさん、あくた、ありがとう、あくたさん。さとりん、ふうちほ、あくたさん、ありがとう。ありがとうございます。さとりんさん、まさきさん、お、残りラスト10名だって。あら、あらなんかやっぱ似てるよ。似てるな、うん、サトリンさん、ありがとう。サトリンリン、リンリンリン、リン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 。まさきさん、ありがとう。まさきさん、まさきさん、お待たせでした。まさきさん、ゆうだいさん、ゆうだいさん、まさきさん、ふちほ、ゆうだいさん、なんかいい感じに眠たくなってきた。ちょっとわかる、わかるね、わかるよ。続きまして、虫パンマン、虫パンマン、え、おりそうでおらんのんやない、アンパンマンの。確かにアンパンマンのキャラで、おりそうでおらん、虫パンマンいそうでおらんやん。でも虫パンマンいたら会ってみたい。
F 押してるかもしらん。ね、美味しそうだし可愛そうだよね、うん、可愛いっぽい。雄大さん、ありがとう。とんかつラーメン食べたい。パクパク蒸しパンマン一時期蒸しパンポーズなんかハマってたんだよね。どんなポーズ？それは蒸しパンだね。虚蒸しパン。虚蒸しパン。虚無の蒸しパン。いっぱい。蒸しパン好き。蒸しパン好き風も、うん。続いてスーさん。蒸しパン、マグマグ。忘れられたかと思って楽しみにしててね、届くの、ね、みんな楽しみにしててほしいですね、届くの、ね、いい感じの一言も添えてあるので、4パチさんかな、4パチさん、あ、そう、深夜さん、深夜さんか。すごい、深夜さんってのか。本当だ、深夜さん、ありがとう、ありがとう。四パチかと思った。48の、あ、でもそういうことか、深夜って。深夜、深夜さん。こちら、深夜さん、ありがとう。ありがとう、深夜さん。うん、2枚2枚です、ありがたや。続きまして、和孝さん、和孝さん、しんやさん、ありがとう。和孝さん、和孝さん、ありがとうございます。和孝さん、ありがとう。マット、続きまして、あと4人ですか。あら、あら、早い早い。マサオさん、こちらだよ。和孝さん、ありがとう。うち欲しいか、マサオさん、ありがとう。ノブさん、これ伸ばしていいって言われたんだった。これかわいい、ふーちゃん5歳、うん、ふーちゃん5歳だよ。本当？チホは30歳。ママや、ママ、チホママ、チホママです。チホママ、マサオさん、ありがとう。ノブノブ、待った、ノブ、お待たせしました。あと2人です。マサヒロさん、ありがとう。ノブ、うぬ、ふー、ありがとう。マサヒロさん、ありがとうございます。朝日奈さん、そしてラストの方です。じゃーん、朝日奈さん、ありがとう。ラストはゆうきさん、ありがとう。ゆうきさん、ゆうきさん、ゆうちはだな、ゆうちはだな、ゆうちはだな。はいはい、1枚余ってる。これ予備か。あ、うん、1枚予備が余りました。お、お疲れ様でしたって、へい、ありがとう、ゆうきさん、わーい、ダスイッチ、はい、ます、ありがとうございます。
ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今宵も。今宵もお疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんも見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。これどうやって終わるんですか？ランキング読んで終わる？ランキング読む？読みますか？読みましょうか。じゃあ、ない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 。オッケー、そうだね。何位から読むじゃん。いつも何位から読んでるっけ？で、30からダーって読んでた。じゃあ、30から読もう。オッケー。あ、うちほど！あ！シャーラララ。ねえ。シャーラララララ、シャーラララ、シャーラララ、シャーラララララララ。イエーイ。非常にいいラストシャララでした。ラストシャララを無事迎えることができて幸せです。嬉しいです。よし、じゃあ30位から。じゃあ読んでいこう。はい、いきます。30位、 NZ さん。集まってない？うん。ディネ、やっぱ風潮最高だなさん。29位、ムムさん。タクシンチェキ届くの楽しみさん。28位、イワアットマーク秋田県さん、小麦さん。テンパチ R さん。27位、 A さん。コウスケ風潮最高チェキありがとうさん。26位、薩摩の妹さん。ダダダさん。25位、水軍スピリットさん。ケーセピンさん。24位、トモさん。夏田律さん。22位、ふうくらさん。あー待って、23位だ、うん、23位、北井さん。23位、レミ、タイガ、チェキありがとうさん。22位、ふうくらさん。ミッチー、MM さん。21位、ミムメモさん。あやか、ありがとう、届くの楽しみ、ラフイジャさん。20位、クリプトン、私たちには超えなければならない目標があるさん。ヒロさん。19位、アグネスアットマーク香港さん。クッキーさん。18位、グリオティーヌさん。ゆきはやさん。17位、のりふみさん。ナノさん。16位、ゆきよさん。ドリンさん。15位、アランゲランヌさん。カナリアさん。14位、たかしさん。奥ゆきさん。13位、ドーグラスさん。ケイ香港さん。12位、台湾のポミさん。ポニタロウフーちゃん大好きさん。11位、よしまるさん。長谷川さん。10位、こむださん。ひらたく、いつもありがとうさん。9位、ジムジムさん。ただし。8位、バンブーホースさん。ミルク、長時間お疲れ、仲の良さにじみ出てたさん。嬉しい。7位、おかちゃんさん、ラッキーセブン。ナオユン、ラッキーセブン。6位、おいでます元気さん。あきあきあきさん、チェキありがとう、大切にするね、大好き阿部さん。5位、マーチンさん。東京のスワンさん。4位、電化会さん。ゆうと、フーチホチェキ届くの楽しみにしてますさん。3位、東京のスワンさん。3位、フーのヒッキー、フーチホありがとうございましたさん。2、ヨスイエさん。2、カズユキ、ケイケイ、フーちゃん愛してるよさん。そしてそして第1位はピューピューピューユキさん。最後、やめたフーちゃん激推しさん。イエーイイエーイ、ありがとうございます。皆さんこちらの人もありがとうございます。こちらの人もありがとうございますね。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、それではまたまた会う日まで、またさよなら、さよなら。バイバイ。ありがとう、長時間。やっぱふーちゃんしかだ。やっぱちほちゃんしかでした。イエーイ。あ、最後の最後に。せーの。イエーイ。あー、美味しい。